今、米ビューの準備しますんで、もう少々お待ちください。もしよかったらね、コメントで挨拶してくれると嬉しいですね。ワドツって書いてくれるとテストになりますので。はい、ワドツ 金魚姫お疲れ様です。ツイキャスの方はね、コメント OK だね。ふわちの方 OK かな。はい、きつね4号さん、こんばんは。よろしくお願いします。今寝起きでご飯食べて買い物から帰ってきたところですね。今日の日付は 2019年の3月の、8日、1時36分です。よろしくお願いします。土曜日になったのかな。土曜日、あ、じゃあ明けて金曜日ですね。日付回って、金曜日になりました。皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。相変わらずね、ふわっちの方は匿名枠、でコメントが書けるようになってます。ツイキャスの方は固定版でコメントが書けるようになってます。アカウントはすべてひらがなでワドで漢字で監督、ワド監督という、活動名で活動しておりますので、SNS などはワド監督で検索してください。よろしくお願いします。ヒーター届いたね。届いたことになってる？ニンニー。ヒーターありがとね。よろしく。後で開封枠やります。ということで放送やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ワド2。はい、よろしく。まったりやっていこうと思いますんでね。ぜひ皆さん楽しんでいってください。いやー、なかなかね、寝つけないね、独身の男はね。今日使おうか、今日使おうか。後でね、開けてね、寒くなってきたらね。お疲れ、クーさん、お茶バカありがとう。コンティニューコインがね、足りないんで、コンティニューコインの方いただけると嬉しいんで。コンティニューコイン、ぜひ、皆さん、送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。コンティニューコインありがとう。さて、じゃあやっていきますか。300万円のスポンサーの支援を募っていたんですけれども、それも書いておこうね。ちょっと文字で先に、書いておきます。映画の、映画スポンサー、300万、300万支援。まあ、今ね、ふわっちの方のね、テロップに書いたんですけど、現在一口、スポンサーの方が決まってます。ありがとうございます。同じトレーナー何枚もないね。同じトレーナー1枚しかないですね。これは穴が開いてきましたね。穴が開いてきました。結局何もできない和道さん、何もできないっていうのはどう決めつけてるのかな。それはあなたが占い師かなんかなのかな、予言者かなんかなのかな。くだらないんで他行ってもらってもいいですかね。はい、こんにちは。一口ありましたね。はい。で、今予算の方をジンバルっていう機械、ローニン S っていう、機材を買うのか、それともパソコンに機材を当てるのかっていうのを迷ってますね。洗濯はコインランドリーですね、僕は。どうするか今迷ってます。
本当にそうだね。奇跡だね。奇跡は起こしてこそ価値があるんだね。でもね、0と1は違うから、頑張っていきたいなと思ってますよ。0と1は違うんで。ありがたいよ、本当に。映画資金、そうだね、42万円ってことだね。ただ別途スポンサーは募集しちゃってもいいかなとは思うけどね、予算はあればあるほどいいから。一応、まあ、概算ではあるわけですよ、300万っていうのは。まあ、例えば280万とか320万とか、ちょいオーバーした分とか、ちょい下がった分っていうのも、まあ別に、映画が作れればいいんで、一応不確定な部分っていうのがいくつかあるんですよ。例えばその脚本を製本に起こす段階で予算が削れる部分があると思うし、それをまあスポンサーにプレゼントするからって言ってしっかりと製本化するのかとか、そういった部分もあるから、まだ未来の段階で、当面ね、必要なね、資金っていうのは150ぐらいなのね。150っていうのはその42万も含めた150。パソコンとね、レンズと、まあローニー S と三脚と、あと照明があればいいなと思ってますね。まあ、で、三脚とかに関してはレンタルでもいいのかなっていう部分があるんで、その辺は臨機応変にやりくりしていこうかなと思ってますね。まずは一口だけですが、映画応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。大したもんだよ。ありがとう。まあ、資金作りっていうのが金金金って誤解があるけど、もちろん僕がやりたいことではあるけれども、僕の給料分っていうのとか生活費っていうのは入ってない額なんですね。もちろん僕もスタッフさんと一緒に無償で今回のプロジェクトっていうのは取り組んでるんで、で売り上げが上がった分、例えば映画の単館上映でうまくいった DVD が売れたなどですね、そういった部分で利益が出た場合っていうのは還元していこうと思ってますね、スタッフさんなどに。お金をね、管理できる人もそうなんだけど、助監督ですね、まず。もう本当に映画に関してはタイトなんで、もう本当僕の右腕になってくれる人がいてくれたら助かるなって、そういうふうに思ってますね。そういうふうに思ってます。パンツっていうのは何だい？パンツっていうのは、映画のことも大切だけど、パンツとか変えてる。パンツはね、俺ね、毎日変えないと絶対嫌だ。1日ね、3回ぐらい風呂入るから、パンツは変えたい人ですね。ということで、スポンサーの方、募集してますので、もしご興味のある人はお問い合わせください。よろしくお願いします。いや、独身は寂しいね。30過ぎて独身は答えるね。なかなか寝つけないですよ。ちょっと振り込みいいですね。トレーナーいいよ。どうせ誰にも会わないし、引きこもりだから。匂いはリスナーさんにまで伝わらないでしょ。臭いのかな？匂いはないと思う。タバコの匂いだと思うけどね。アイワドツ。匂いって自分じゃ気づかないもんなんだよね。まあいいよ。女の子がいるわけでもないし。彼氏、ねえ、彼氏っていうか彼女がいるわけでもないし。匂いはリスナーさんには伝わらないでしょ。5日目っていうか、もう1ヶ月ぐらい洗ってないよ、これ。トレーナー。腕臭いかな。あ、これはね、リストバンド中変えてるから。中に実はリストバンドをかませてて、中交換してるから。ほら。だからね、実は臭くないっすよ。ちゃんとこれも洗ってるし。そう。これつけないとかぶれるんだよね。リストバンドの上にリストバンド巻いてんの。金属アレルギーなのかな、かぶれるんだよね。いいんだよ、服なんかなんでも。もともとホームレスだったんだから。もう満体ですよ。ちょっとね、機材先に買う順番っていうのを迷ってるかな。パソコンを購入するべきなのか、それともジンバルを購入するべきなのか。1ヶ月来てるね、もう。1ヶ月来てますね。ひげね、染めてから揃えようと思ってて。ひげだいぶ伸びてるよ。ひげだいぶ伸びてるよね。これ染めた後にやろうと思ってますね。
俺は好きだな、これ、左手。腕、ここまで全部、ジャラジャラにつけたいんだけどね。左手だけ、ごっちゃごちゃの、つけたい。なんか、ファッションとかさ、なんか、トレンドを追っかける人って、おしゃれだと思ってなくて、俺は。自分が、その、気に入るファッションをするべきだと思っててね。いつ頃ブルーにね、すぐしたいんだけどね、俺がね、アマゾンで購入してないんだよね。そう、購入してなくて、それが原因でね、あれなんですよ。まだ染められてないんだよね。はい、スポンサー、今現在一口、募集かけて、スポンサーさんいますね。はい。サソリンはね、腰悪くしちゃって、リハビリ中だね、今。個性大事だと思う。個性大事っていうか、服って本来自分の人となりを表すものだから、その例えばスーツであったりとか、あれは軍人が着るものだし、軍人がなんで同じ服着るのかっつったら、士気、団結力を保つためでしょ。俺は何だろう、なんていうのかな、自分が好きな服を着るっていうのはすごく大事なことだと思うね。うん、青はね、ツイキャスのコメントで、コテハンですね。コテハンですね。ツイキャスでも同時配信やってるんで、コテハン残してコメントしたい人っていうのはツイキャスに移動してもらって、で逆にツイキャスからは匿名で書きたい人っていうのはふわっちでコメント書いてもらえるように、でどっちの画面でもコメントが出るようにしてるから、こっち側で。前売り券は売らないですね。うなちゃんマンコ消えたね。そうだね、海保は入院してるね。うん、そんな感じですね。だからニコ生と同じ仕組みなのかな。サイトは分けてるけれども、一つの画面上でニコ生と同じようにコテハンと匿名を選べるようにっていう。ニコ生出身だから、やっぱリスナーさんがその日の気分によって匿名になったりとか、コテハン残したりっていうのをできるような仕組みにしたくてさ。うん、はい、ワドツです。よろしくお願いします。ニコ生と全く同じ仕組みにしてますね。あ、そうなんだ。うん、なぜそれを僕に。コンティニューコインありがとう。アナーキーさんありがとう。アナーキーっていいね。無政府主義。はい、こんばんは。よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。こんばんは。あ、そうなんだ。予算も確定申告したんだ。この前面白かったね、綾香の凸は。久々笑ったよ。ああ、そうね、みんなちゃんと確定申告してるね。マイペースだよ、俺は。うん、なんかあんまり配信者と、こう、配信は好きだけれども、あんまりその配信者のこと、リスナー的にファン心理とか、なんだろう、配信をもともと見てなかったから、あんまりね、配信見ないんですよね。うん、あ、ことかも確定申告したんだ。そうなんだ。うん。こんばんは。やっぱりのんちゃんに会いたいですか？なんか誰かそばにいてくれる人がいいなって思ってますよ。あやか面白かったね。グレードアップっていうか、なんか吹っ切れた感じが良かったね。なんかね。あやかね。うん。はい、こんばんは。うん、一口目の支援者さんはお金に執着がない、できた人なんですね。ああ、それ全く同じこと言われた、本人に。大きい金額だから、放送、何かがきっかけで、こういうことが原因で放送を見なくなっちゃったら嫌だから、よく考えてほしいっていうことを伝えて、で、そしたら私はお金に執着ないからっていう、大丈夫だよって。前から実は、応援、支援はしたかったんだけど、スポンサーになりたいっていう気持ちはあったんだけど、タイミングがわからなくて、って。で、俺は一人目になってほしいっていう。そう、誰かが一本目の言う、ね、
一番最初ってやっぱ勇気がいるんだよ。誰かがやってると私も私もってなるけど、だからすごく嬉しいね、この一歩目は。まあだから映画のタイトルコールに一番上に出るわけじゃん。一番最初の支援者だっていうことは明確にわかるわけだから、俺としてはその彼女が勇気を持って、彼女っていうかまあ男性か女性かあれだけど、その何て言うんだろう、映画のスポンサー一番上にその自分の名前を載せるっていうことをやってくれたっていうことはすごく嬉しいことだね。声小さい、音小さいっすか？音小さい、ボリュームどう？みんな。いや、もうみんなしないじゃなくて、もう支援されてますね。42万円来てますね、現在。大丈夫？音大丈夫？声はね、別に、メーター見てる限りだと、そんなにバランスは整ってるはずなんだけど、なんか、ボリュームボタンが小さいとかじゃない？生活費には使わないですね。まあ、映画は放棄しなくても、放棄は、まあ、放棄したいと思ってないけどね。音大丈夫？ありがとう。音大丈夫ね。ありがとうね。金魚姫かわいいっつって。音量いつも通り。ありがとう。ということで、音が小さいっていう人は、声が小さいっていう人は、多分、パソコン側の設定だと思うんで、その辺はご自身で調整してください。いやいや、いい部屋じゃない。6万円の家賃ですよ、ここは。ああ、いいですよ、いいですよ。まあ、そういう方はね、ぜひ、ファンとしてね、映画をぜひ、会場に来てください。会場に来てください。だんだん監督にしか見えなくなってきた。それは騙されてるんじゃないかな。俺は別に監督だとか、シルバーだとか、別にどう見られてるとか、リスナーさんっていうか、見てる人を決めればいいと思ってて。俺は俺だから。成り上がってはないかな、まだ。まだ自分が求めてるところまでは行ってないかな。スタートラインには立ててると思うけど。ああ、生でね、ぜひ映画館で見に来ていただけたら、その後オフ会とかもする予定なんで、ぜひリスナーさんと交流を図って、次の映画とかも、構想とかもその場で話せたらいいなと思ってますね。これはね、実はニコ生の人だったら懐かしいっていうぐらい古いシステムですよ。これはね、もう10年ぐらい前に10年も経ってないか、もう8年ぐらい前に確立されたシステムで、最近使ってる人がいないっていうだけですね。まあ、古い配信者だから、こういうのを知ってるっていうね。まあ、俺が知ってたわけじゃない。これ自体は知ってたんだけど、やりたいと思ってたんだけど、システムの運用ができなくて、なかなか。難しいんですよね、これ、設定が。いや、僕、礼儀正しくないですよ。昨日、怒鳴り散らしてましたから。あんまりにもアンチに怒って。お前らいい加減にしろって怒鳴ってたよ、一晩中。僕は礼節とかは全然無礼な男ですよ。まあこれのいいところは、まあなんだろう、読めるタイミングだけ出て、で読んだらスーって画面から消えるから、そのあんまり邪魔にならないんですよね、画面の構成が。300は行ってないですね、まだ。新宿ですね、僕は。西新宿5丁目って言って、中野坂上とかの近くですね。中野坂上駅と西新宿5丁目、両方とも近いっていうところですね。どっちでも。いや、キャラ作ってないですよ。270万。まあ、270万っていうか、32万もともともあったんで、カメラももちろんその映画の資本にしようと思ってるんで。他の配信者に教えてって言われますけど、僕はなんか、それを教えたところであんまり意味がないと思っていて、自分でシステムをそのピックアップできる能力の方が必要だと思ってるんで、自分で調べてやった方がいいよっていう調べ方を教えてますね。新宿なんですね。新宿広いですからね。
みんな最初はド素人だよ。エドウィンのジーンズじゃないです。僕はリーバイスしか持ってないですね。エドウィン、はい、履かないですね。エドウィンのジーンズ欲しいと思ったことない。俺はリーバイス、全部リーバイス。6063本と5011本持ってますね。一口10万円ですね、スポンサーさんは。まあ別にあと29口入れてもいいし、20口入れてもいいし、10口でも5口でもいいですね。このパーカーは、いや、リスナーさんからのプレゼントですね。いつも T シャツ着て寒い寒いって言ってる。寒そうだからさすがにって言って。なんか Amazon で3000円ぐらいで売ってるパーカーじゃないかな、これ。いや、洗濯機はプライベートなお金だからね。別に困ってないから。直接受け取りも全然してますよ。直接受け取りも全然やってます。ニンニはニンニだよね。抽選品限定ではないんじゃないかな、これは。アマゾンで普通に売ってたけど。ありがとう。身長170で体重いくつなんだろう。68ぐらいかな、今。68ぐらいかな。和道かわいい、ありがとう。一口の証拠見せれるの。タイムシフト残してますね。もしよかったら昨日のタイムシフトで調べてください。僕の映画ですね。ナース服と電話で配信してたけど、弟子なの？ニーニーは弟子じゃないね。映画公開、そうだね、昨日の朝見せたね。映画公開したら数量限定で数千円のグッズ販売あったら嬉しいかも。パンフレットと、パンフと何販売するかな？パンフとポスターと、パンフとポスターと、あと何だろう、映画で。映画と言ったら何かな？パンフとポスターと、何だろうな。何だろう、パンフとポスターと何が必要かな。それ作るのには予算入れてないですね。パンフとポスターとクリアファイル。クリアファイルいる？クリアファイル欲しいか。パンフとポスターぐらいでいいんじゃないかな。なんかもう一点かな。いや、写真はまあ別に個展とか開こうと思ってるんで。パンフとポスターと何がいいかな。何作ろう。パンフとポスターと。何があるんだろう。ピンバッジとか作ろうか。パンフレットポスター、ピンバッジとか。マジで？助監督やってくれんの？助監督やってくれんだったらめちゃめちゃ嬉しいんだけど。助監督やってくれんの？キーホルダー、まあまあ、キーホルダーは安いからな。ピンバッジかな。別に忙しくはないかな。ニンニはワド監督の弟子はありません。ファンです。ニンニク見たらニンニ思い出します。助けてください。天才なんだ。助監督、誰か、助監督が現れたら多分劇的に変わるだろうな、今の中で。できれば配信者の女の人がいいなとは思ってるんだけど、配信者どうなんだろう。配信メインでやらなくてもいいから、配信もできるっていう、任せられたらやりますよっていう、月1ぐらいでちょっと配信も映っても構わないみたいな女性の人がいいかな。パンフはね、意外とコストかかるね。広島の黒澤明って呼ばれて、広島の方だとちょっと遠すぎないですか？ ちょっと遠いっすね。M さんはね、住んでるエリアが東京じゃないからね。
地方の人だから。男性、これね、映画のプロデューサーさんと、なんだろうな、いろんな人がいて、全員女性だっていうの、現場は。うまくいってる現場は女性だって言ってて、監督男の人が多いでしょ。はい、レント NG なんで気をつけてくださいね。はい、NG です。はい、44号さん NG です。はい、NG です。女性の方が俯瞰して物事を見れるっていうことと、あとはその、なんていうのかな、まあ女性の方がいいっていうね。女性の方がいいっていう。まあみんな言うから、まあその通りなんだろうなっていう。キャスだって10人だよ、あいつら。おすすめ出ないよ。アイテムの数が少ないしさ。アイテムの数が少ないし。うちは、意味のない連投コメント NG なんで。助監督、マジで助監督やりたい人連絡もらえませんか、今、電話で。LINE に連絡くれると嬉しいですね。助監督やってほしいですね。はい、イケメンワード2。はい、ワード2。助監督募集してますよ。女房役ってよく言ったもんで、男の人が苦手なタスクを、実は助監督の能力の人はね、奥さんがやることが多いんですよ。現場では。結局、長年連れ添った助監督が監督と結婚してって、助監やりながらっていうのはすごく多いですね、現場は。お茶爆ありがとう。金魚姫さんからお茶爆100いただきました。金魚姫さんありがとうございます。いつもありがとう、金魚姫。ありがとう。お茶爆ありがとう。サンキューです。出会いは求めてないですね、僕は。出会いは求めてないです。300万こじってる。スポンサーさんを募集してますね、スポンサー。お茶爆10ありがとうね、ニンニ。未経験でも全然いいですよ。内助の功っていうか、もう、例えば、今現状のタスクで言うと、スケジューリングであったりとか、脚本とか、俺がパンパンになってて、俺はずっと動いてないといけないの。カメラ回す、ロケハンに行く、原稿書く、スタッフさんの打ち合わせとか。その時に、俯瞰して俺がやってることを見れて、今日は何の日で、今日何々やっとかないとダメですよ。あ、じゃあそれ代わりにやってくれるって、誰々さんに連絡取って、誰々さんとアポ取ってくれるとか、そういう、まず現場サイドでの助監督さんが動きがあって、そのカメラマンさんと打ち合わせを行けない時に代わりに行くとか、で報告をしてもらうとか、照明さんとの打ち合わせ、スタッフミーティングのスケジューリングとか、そういう、まあタイムスケジュールみたいなこともやるし、監督が常にそばにいてくれて、その OK テイクはどうやって出すのかとか、あと、そう、て、まあまあ、もう大変だよ。大変。マネージャーとはちょっと違うんだよね。マネージャーとはちょっと違いますね。できれば女性の方が向いてるっていうか。もし、助監督ね、やってくれる人がいたら。ただ、助監督が、はっきり言って、現場の中で一番大変ですね。助監督は現場で一番大変です。近くに住んでるね、女性の人で、頻繁に俺の家来れる人とかが理想なんだけどね。常にもう一緒にいてみたいな。給料なしですね。だからある程度生活を自分で面倒見れてるっていうのが僕の、要は職業を持ってたりとか、お金持ちであったりとかして、その、なんていうのかな、自分の生活は自分で、なんていうの、回ってる状態の人を求めてます、僕は。なんでかっていうと、全員ノーギャラで動いてるんで、一人だけに給料を渡すっていうことは不可能ですね。いるよ、全然。あ、給料なしでも、もう、だって、プロが4人ぐらい集まってるからね。プロが4人ぐらい集まってる。支援来ましたね。どこの映画館？単館上映ミニシアターっていうところっすね。ミニシアターっていうところっすね。まあ、実際俺も給料もらってるわけじゃないからな。
まあでも売り上げがもし上がってうまくいったらもちろん分配はするけどね、全員でそれぞれの仕事に関して分配はしていこうとは思ってますけど、まあまああんまりそのプロかアマチュアかっていうのはもう正直言うとカメラマンプロデューサーさんとかその助監督やったことある人とかその監督経験がある人とか現場に入ってる人がもう入ってるから、あとはやる気さえあればアマチュアで全然構わないかな。資産家じゃなくていいよ別に、普通にやる気のある人が欲しいですね。で、助監督に関してはもう本当にやる気だけある人がいたら俺は OK かなと思ってる。そんな感じですね。ローニー S っていう機材を買うのか、それとも、パソコンに関して貯金、要は貯めるのかっていうのを少し迷ってますね。10万。ローニー S っていうのをプロモーションビデオ見せたんだけど、みんなに。いいねってなってる。いいねって。どうしようかな。なるべく早い方がいいですね、支援は。当面、ここ3ヶ月ぐらいっていうか、もうなるべく早く欲しいのは、いくらぐらいだろう、100万ぐらいかな。あと60万、あと100万ぐらいかな。昼間支援金でパチンコなんかやってないよ、そんな時間ないよ。睡眠時間2時間とかで動いてんだよ、今。パチンコ行きたいよ。パチンコ行きたいよ。1ヶ月でね、花火300万あったら余裕で資材ぶっ込むんだけどね。だからオフィス北の方式だよね。たけしさんがテレビで稼いで、それを趣味の映画にぶっ込んだら余計儲かっちゃうっていう仕組みだよね。南口のアラジン行ってないもん。俺アラジンが島じゃないもん。はい、にわか。俺アラジンで打たないもん。睡眠時間2時間とかさらっとしょうもない嘘つく。いや、本当に2時間だからな。配信外で、弾丸塾もあるし、シルバーもあるし、映画の練習もあるし、動きまくってるからな。昨日、ドレさんと2時間ぐらいし、1時間か、昨日。ドレさんとも、ドレさんに聞いたら嘘じゃないってわかるよ。配信外でドレさんにも1時間使ってるから。クラウドファンディングはダメだったね。すぐローニー S 買えるんだけど、ローニー S 買ったとしても編集ができないんだよね。今持ってるパソコンだと。それがね、ダメなんだよね。パチ屋で見かける。だからどこのパチ屋か書けばいいじゃん。俺パチ屋行ってないもん。本当嘘つきだよな。ちょっとトイレ行ってくるね。
はい、ただいま。地震あった地震あった？地震はないんじゃないかな。どうなんだろう。配信会から俺のこと消す手段はね、リスナーさんが俺のことブロックすればいいんですよ。二度と見なくて済みますよ、僕のこと。生活費には1円も使ってないですね。ご飯ラーメン食べたけどまずかったね。飯ラーメンつけ麺食べたね、まずかった。もう二度と行かないあの店は。まだ青く染めてないね。寒いな。日本語読めない人なのかな。42万花火上がってた分を引いてるんで、今のところトータル32万っすね。ねえ、青いの見てみたいよね。俺もブルーにするの初めてだから楽しみだね。アンチコメントにイライラしたりはするかな。減らったりはしないけど、イライラしたりはするかな。寒くなってきたな。開封枠やろうか。いや、もう使ってますね。機材に変換してますね。どこのエスパス？エスパス行かないで。嘘ばっかりだな。じゃあ開封します。リスナーさんからのプレゼント開封します。寒いね。少し期待持てる部分ある。 ありがとうニンニ。ニンニいつもありがとうね。あれ、メッセージカードじゃないんだこれ。ありがとうニンニ、ヒーターありがとう。そうそう、ニンニが買ってくれたヒーター。よいしょ、これだ。これで寒くないかな。ありがとうございます。ファンヒーターありがとうございます。ファンヒーターありがとう。あー全然いいよ。ニンニありがとうね。ニンニからプレゼントいただきました。ヒーター嬉しいね、寒いかんね。アイテムありがとう。ありがとう。寒い。あ、こんばんは、ボタンさん、こんばんは。よろしくお願いします。今ね、ニンニからもらったヒーターの開封してますね。ほうほう、コンパクトヒーター。なんだろう、これ。どうやって使うの？ありがとうね、ニンニ。ヒーター嬉しいね。足元、いや足元寒いから助かるよ。ニンニいつもありがとう。
今日、ボンはね、夜中寝てることが多いよ。ボン夜中いないよ。いつも。ボンは昼間だね。よくいるのは。意外と規則正しい生活をしてる。電気代アホほどかかるやつなの。壊れた。暖房壊れちゃったね。素敵なプレゼントねえ、ボタンさんね。足元に置こう。使ってみようか。大丈夫かな。ブレーカー飛ばないかな。大丈夫かな。不安だな。ブレーカー飛ばないか。結構電力かかるかなこれ。ブレーカー飛んで放送止まったらごめんね。おお、来た。あ、あったかい、あったかい、ありがとう。助かります。あったかい、あったかい。あ、ありがとう。あ、いい感じですね。あったけえ、あったけえ。わ、めっちゃあったけえ。ありがとう。うわ、すげえあったけえわ、これ。あ、よかった、よかった。あ、よかった、よかった。あ、全然違う、全然違う。あったかいよ。ありがとうございます。政策には全然口出しちゃいいっすよ。全然。もともと一つね、全然スポンサーさんなんで。エアコンしか、エアコンないんだよね、今。壊れてて。ああ、助かるわ。あったけ。あ、これはいいや。あったけえな。ありがとうございます。助かるな。40号ブロックします。エアコン直さないとね。映画は儲けのためにやってるわけじゃないからね。儲かるかどうかわからん。いいものを作ったら普通に儲かるんじゃないの？わかんないけど。いいものを作ってたらみんな見に来るんじゃないかな。40号ブロックしました。低温やけど大丈夫だね。低温やけどしないね。大丈夫。儲けのためにやってない。ビジネス興味ないもん全然。ビジネスは全然興味ない。そうね。まあ自分が作りたいものを作れたら俺は満足だから。みんなにとってのいい映画なのかどうかわかんないけど、自分が作りたいものを作れたらいいなと思ってるね。自己満足の世界だからね。スクリーンとか交渉は脚本と映画の本体がないと交渉はできないですよ。3つの物語が並行、30分間なんですけど、尺は。3つの物語が並行して行われるストーリーになってますね。1つは、部屋から出れない男、閉じ込められた男の話。1人は、全身ボロボロで、自分が事故に遭ったのか事件に巻き込まれて、自分がどんな事件に巻き込まれた男なのかっていう話。で、もう1つはラブストーリーですね。3つの要素を、要は3本分取りますね。で、その物語が並行して、こう、最後、
一つの物語につながるっていう話ですね。単館上映しますよ。単館上映しますよ。要は今世前世来世だね。あ、じゃあ今世前世あの世だね。で、実はそんなものないって話だね。あ、永劫回帰をテーマにした映画ですね。ヘッドホンモニターっすね。涅槃は違う、ニルバーナじゃない、永劫回帰。忍者さん配信者が結構出ますね。あ、でも涅槃はいいとこついてるのかな。あ、涅槃はでもいいとこついてるかもな。まあまあ、いいとこついてるかもしんないな。映画を作ってる配信とか結構やってますけどね。予定してる映画館の劇場とかはまだ言えないですね。どこでやるとかまだ予定は予定なんで、まず映画作るところからっすよ。どうにもこうにも。あったけえな。パソコンでは公開は今のところ考えてないですね。映画館で流して DVD 化するかとか、そういう感じになるんじゃないかな。演技指導はそうですね、僕とスタッフさんがやりますね。お、プロデューサーさんと僕でやると思いますね。プロデューサーさんと僕でやると思いますね。上映スクリーン数は1ですよ。だから単館上映って言ってんじゃん。単館上映なのにスクリーン数言ってるじゃん。単館上映って言ってスクリーン数5とかではないでしょ。単館上映なんだから。映画作ってますよ。スポンサーさんついてます、ついてます。買おうかな。あ、ありがとうございます。スポンサーさんのメリットはクレジット、あと脚本プレゼント、あとまあ出演したければ出演だね。この3つですね。この3つですね。ありがとうございます。できたらぜひ声かけてください。DM か何かお待ちしてます。ありがとう。
あ、今起きたところだよ。こんばんは。バカありがとう。今俺は起きたところ。おお、バカありがとう。今日はあれなんだ、ふわっちで見てんな。ツイキャスもやってるよ。もしよかったらツイキャスの方でも見に来てください。企業案件は俺の配信者としてのあれだからな。企業案件だからな。映画とは関係ないよ。初見さんいらっしゃい。実績はないっすね。まあ、ミュージックビデオの現場とか撮影の現場には何回か足を運んでますけど、映画本体の実績はないっすね。映画監督として、いや別に作りたいから作ってるっていう感じだね。ハートありがとう。定期ありがとね。3万円から受け取ったとしても特典がないって感じですかね。特典がつかないって感じですね。受け取りますよ。キャッシュポイント、物販と上映と DVD 作るかどうかは上映次第だと思うけど。お茶爆ありがとう。どうなるかだね。ありがとうございます。毎日一緒。コンティニューコインありがとう。あ、そうだね。ありがとう、教えてくれて。こんばんは。お疲れ様、ココタン。ねえ、今起きてたの？お休みの時間大丈夫？お風呂は入ってから飯食いに行ったから、朝風呂必ず入るんで、湯船に入ってからご飯食べ行って買い出し行って帰ってきたところだね。1日2回は風呂入るかな。病気なんだよね。なんか風呂入ると、風呂入ると生まれ変わった気分になるんだよね。うん、頑張るよ。ありがとうね、ココタン。潔癖症ではないね。潔癖症じゃなくて、お風呂に入るのが好きなんだよね。なんか、生まれ変わった気分になるんだよね。お風呂好きなんだよ、子供の頃から。1日2回ぐらい入るんだよね。病気だよね。生まれは成田っすね。
なんか生まれ変わった気分になるし、ゆうべにポケーっと使ってるのが好きなんだよね。そうなんですよ。成田さんはね、交通安全のお守り有名なんだけど、事故るって有名だね、地元では。あ、成田さんの交通安全の、お守りは地元の人は買わないのが有名。あと、まあよく言われてるのが、女の、なんだ、仏様なのかな、女の仏様で、彼女と行くと別れるっていうジンクスがあるね。B 型ですね。いや、商売繁盛なのかな、どうなんだろう。まあほら、映画のさ、アニメの「アキラ」っていうやつで、バイクに成田さんってステッカー貼ってあるのが有名だよね。バイクとか車に成田さんのステッカー貼る、買いに行くんだよね、みんな。チケットはまあ会場の値段によるんじゃないかな。お茶箱ありがとう。あ、コンディニーコイン箱ありがとう。コンディニーコイン、ストックしておいてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。コンディニーコインいっぱい貯めといてください。いやー、成田さんは行かないですね。成田さんは行かないですね。ここは散歩するところだから、地元の人からすると。成田山の裏に公園があって、公園っていうか庭があって、そこがすごいいいんだよね。本堂っていうか、でっかいさ、賽銭投げるところあるじゃん。あそこの裏がいいんだよ、成田山は。裏行かないんだよね、地元の人以外は。最高だよ、裏がすごいいい。俺 B 型だね。俺 B 型。B 型っすね、血液型。中学校卒業っすね。中学校卒業です。ラベル、そうだね、剥がすようになったね。 ラベル剥がしますね。ナイス、いらないよ、大丈夫だよ。他の人にあげて、もったいないから。全然重くないよ、アクセサリーの。
ああ、そろそろ寝る。おやすみなさい。おやすみなさい。スタッフに入ってないよ。うん、ココさんおやすみ。どうした？
ごめんね、コメントちょっと拾えるときは拾えるよ。拾うときは拾うからね。はい、ただいま。一応ね、プロフィールページに出身に関するご報告はさせていただきました。出身に関するご報告を書かせていただきました。
サイン入り台本、台本はスタッフさんと演者さんに渡すものですね。もしスポンサーに一口賛同していただけたら、サイン入り台本プレゼントします。そうだね、過去は変えられないけど、未来は今の積み重ねだからね。未来は今の積み重ねなんで。支援者は映画を見ていただければ、エンドロールに名前が記載されてますんで、ぜひ映画ご覧ください。新宿あんま好きじゃないですね。中野とか好きっすね。中野最近ハマってますね。中野いいっすね。中野新橋ってトム・ソーヤ池上さんが住んでるところじゃないの。歩いて10分ぐらいだよ。僕30、今年4になる年ですね。34になりますね。大仕事っすね、本当に。大仕事っすね。大仕事っすよ。34、そうっすね、濃いっすね。まあ30代までは僕は修行だと思ってるんで。彼女今いないっすよ。今フリーですね。独身ですね。朝比奈ちゃんからね、私も撮ってほしいっていう依頼が来てて、タイミングがあったら撮影してあげたいなと思ってますね。彼女欲しいっすよ。素敵な女性と出会いたいっすよ。彼女欲しいっすね。いい人と出会いたいっすね。プロダクション経営はしないっすね。海宝さん入院してるみたいっすね。
のりこさんは今年48になる年でしたね。つばにゃんとはいいかな。つばにゃんはいいや。つばにゃんはタイプじゃないね。間に合ってます。好きな女性、素敵な人と出会いたいですね。年齢幅、いや全然年齢は、恋愛に年齢は関係ないと思ってますよ。恋愛に、ね、性別も年齢も国籍も収入も関係ないでしょ。ステゴの練習できてないっすね。やりたいですね。ステゴの練習。ステゴの練習やりたいですね。マニアがいるかな。マニアいるかな。どうなんだろう。素敵な人と出会えたらいいな。いい人いないかな、どっかに。ダッシュでね、金稼がないとね。あ、今ニンニって閲覧100ぐらいあるんだ。すごいね。人気だね。知らなかった。100人、閲覧100超えるのすごいな。マジっすか？ 30 万ぐらい振り込む。3口。マジっすか？すげえ助かりますね。ぜひお願いします。風船ありがとう。風船ありがとうございます。ああ、全然放送中だったら、いつでも電話かけてきてくれていいっすよ。全然、いつでも電話かけてきてください。スワッチで18万ぐらいですかね。18万ぐらいですね。ああ、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとう。スケジュールに関してはプロフィールページに書いてあるんで、ぜひ見てみてください。ありがたいですね。配信外だと僕今バタバタで、時間が全然ないんですよ。配信外とかだと、電話とかだと今もう忙しくてごめんなさい。もしよかったらメールいただけたら、メールお返しできるときにメール返信しますんで。今時間が全然ないんですよ。あ、了解です。名前はさらさないんですね。スポンサーの特典とかってどうしますか？企業名か個人名かペンネームか、エンドクレジットに名前載せられますけど、
あと脚本のプレゼントと出演権がありますけど、全部その辺とかも詳細とかもし DM いただけたら、全然対応しますので、もちろん個人事業主の名前とかでも構わないし、映画のキャストの問い合わせ40人ぐらい来てるんで、演者さんも全く問題ないですね。匿名で了解です。じゃ名前なしで、わかりました。名前なしでね、了解です。僕は家族いないっす。 ありがとうございます。頑張ります。有楽町とか銀座とか行かないっすね。有楽町とかそこら辺は行かないっすね。全然行かないな。全然行かない。ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。ご支援お待ちしてます。俺もそうだね。生きてる時間100年しかないからね。まあでも期限がついてるから頑張るんじゃないかな。映画、何の映画？プロフィールページに書いてある内容ですね。狐枠、ふわっちは狐枠で、ツイキャスはコメント通常枠でやってますね、僕は。そういう感じで、コテハン、匿名がいい人とコテハンがいい人分けてますね。あったかいな、助かるな。ヒーターありがたい。すげえあったかいね。そうっすね。あ、アクションシーンとかも入れようと思ってて。あ、今起きたところだよ。こんばんは、ひろまるさん。眠くないよ。今起きたところ。こんばんは。こんばんは。あ、一口ぜひぜひ、LINE か DM にご連絡いただけると嬉しいです。LINE だと今放送中でも対応できるんで、LINE で詳細とか送りますんで。コンティニューコインありがとうございます。コンティニューコインありがとう。最高サスペンスなんだ、羊たちの沈黙とかじゃないかな。すげえ好きっすね。かっこいいね。
ハンニバルレクター。おはようございます、かあこさん。おはよう。アイテムありがとうね。コンティニューコインありがとう。面白いよね、羊たちの沈黙ね。レッドドラゴンも面白かったけど。面白いよね。ハンニバルも面白いし。ライジングはちょっとなかったけどな。俳優があれに、ウエンツ瑛士にそっくりやった。俳優が 全然入ってこなかったね。レクター博士。レッドドラゴンっていうのは、その羊たちの沈黙の前かな、前の作品だ。あれ逆にレクター博士出てこない方が面白いんじゃないかと思ったね。レッドドラゴンは盲目のヒロインなんだよね。盲目のヒロインとその犯罪者の話は、ね、恋愛だね。まあ、ね、羊たちも沈黙も恋愛の話だけど、レクター博士はね、残虐な事件をずっと刑務所で調べてるっていう。こんばんは、コンティニューコインありがとう。更新忘れてた。のんちゃんか。のんちゃんか。それは分かんない。カーコって名前に変えてたんだ。アットカワヒナって。 コンティニューコインありがとう。そうそう、一口スポンサーになってくれた人がいて嬉しいよね。すごい、すげえやん、ありがとう。俺吹き替えであんま洋画見たくないんだよね。なんか吹き替え苦手だわ。文字で見たい、字幕で見たい。せっかくの演技が声優さんのせいでダメになってたりすることって結構あるから、なえちゃうんだよね。字幕の方が好きだね。ああ、ダメだったね。嘘だったね。ああ、字幕派なんだ。字幕の方がいいよね。その臨場感、役者さんのセリフの言い回しとかが伝わるもんね。あんまり映画見ないですからね、僕。映画詳しくないっすよ、僕は。映画作りますね。吹き替えになれると俳優さんの声聞いた時違和感感じちゃう。なんか変だなーってなるよね。フィリップが散歩に行くから起こされた。散歩に行かせろって。かわいいじゃん。行っておいで。今日は起きたばっかりだから、まだ放送やってるからさ。起きろ、のりこの起きろって。かわいいじゃん。朝方の散歩、夜中の散歩。連れてってあげなよ。イヤホンでさ、俺の放送ロムってればいい。二人でお散歩行っておいで。夜は誰もいないよ。映画あまり見ない人が映画を撮るの普通に変だよ。いいんじゃない？なんか、なんだろうな。楽譜が読めないバンドマンみたいな感じでいいんじゃない？
映画評論家ではないから俺は。変かな。わかんねえなあ、サイコって映画全然詳しくないよ俺。ああ、いや全然ドラマでもいいんだけど、いやたまたいやなんかすごくシンプルな動機で、子供の頃に映画監督になりたかったからっていう、本当にシンプルですね。好きな映画監督はマイケル・ムーアーですね。あ、もう帰ってきたんだ。いいじゃん。喜んでた？フィリップ。いい子。こんばんは。風船ありがとう。アイテムありがとうね。こんばんは。楽しんでってください。ああ、いつもありがとうね。いつもアイテムありがとう。ヒーターあったけえな、助かるわ。サイコスリラー系なんだ。名作なんだ。へえ。なんかTSUTAYA にさ行って DVD 借りまくってたの。暇があったら TSUTAYA に行って DVD 借りて。でも今 TSUTAYA とかなくなってきててさ、なんか手軽にその映画を見れるっていうのオンデマンドなのかな今は。ヒーター来たよ。足元あったかいから寒くない。今ゴーって言ってるでしょ、ここ。そうそう、全く。あと特に23ぐらいからは映画見なくなっちゃって、漫画とかアニメとかばっかりだよ。ありがとうございます。マジっすか、125号さん。はい、ワード2。ぜひスポンサーになってください。まだ三社祭りのこと言ってんの？ まだ三社の祭りのこと言ってんの？不義理して立川出禁になったくせに。お前が一番不義理だろうって言っといて。立川出禁で歩けなくなったくせに。映画見ないやつに映画作れるのか。まあ、結果見てみればいいんじゃないですかね。動画でね、インストールっていうかそのレンタルする時代だよね。全然対応できてなくて、どうやって借りるのかも分かんないし、一回も見たことないな。ギャオとかで無料のやつは分かんだけど、会員登録とかがよく分かんなくて。やっぱ簡単に見れるって大事だよね。ハルさんありがとう。コンティニューコインありがとう。コンティニューコインありがとう。TSUTAYA はどんどん減ってってるね。あと俺が好きだったブックオフもなくなってきてる。品揃えも悪くなってきてるし、好きだったものがなくなっていってるな。TSUTAYA とブックオフが大好きだったのに 悲しいよね。なんかこう
偶然本屋をぐるっと回って偶然出会うなんかいい作品とかが好きだったのに、なんかランダムでそのなんていうのかな、こういう作品が面白いよっていうのを出会う機会が減ってるよね今ね。あ、そうだ、リスナーさんから漫画届いたんだ。これも開封しようか。リスナーさんで漫画家の先生がいて、ありがとうございます。あ、本名だからこれ見せらんないな。で、サイン付きで漫画送ってくれたんだ。忘れてた。ずーっと横に置いといて。どこに住んでる人？あ、結構遠い。梱包も綺麗にしてくれて。これあれじゃないの、本屋さんで買ってくれたんじゃねえの。うわー、うわー、あ、嬉しいな。わ、おお、手紙書いてくれてる、ありがとうございます。わあ、めっちゃ嬉しい。あと、イケメン化してる。イケメン化してくれてるんだけど。嬉しくない？うわあ、嬉しい、これ。こんな顔じゃねえだろ、俺。俺、こんな顔じゃないでしょ。こんなに、髪の毛の量多くないよね。いや、プロの漫画家さんで。わあ、漫画家って感じがするよね。こう、絵とイラストが描いて手紙。うわ、嬉しい。リスナーさんで漫画家の先生がいて、めっちゃ応援してます。嬉しいな、嬉しいね。ちょっと読んでみようか。そういうの忘れたらダメ。イケメンに描いてくれてるね。小説が原作なんだ。っていうことは、漫画を描いたってことか。ほうほうほう。この作品は小説が原作。小説を読み込んで漫画の短い話の話数の中でキャラの魂が宿るようちょっと展開を原作と変えていり、すごく悩みの、すごく脳みそを使いました。足なしで家事と育児を全部こなしながら、工程とか重とか時間かかるかな。で、アシスタントなしか。アシスタントなしで家事と育児を全部こなしながら、豪邸とか銃とか時間がかかるのばっか書くので本当に時間きつきつ。オタクだな。オタクの文章の書き方だな。いいな。天真でね、主人公。ワッチの喧嘩ばかりの雰囲気が疲れちゃってあんまアプリ開かなくなっちゃいましたが、この前たまたま久しぶりにアプリ開いたら和道さんが配信してて、哲学的な話とか映画の構想の話とか和道さんの生い立ちとかエヴァとかジブリとかすごく刺激になって、進まなかった新連載のネームも進んで頑張れてます。和道さんの素敵な放送ありがとうございます。頑張ってまた連載取るぞ。和道さんへ、こんにちは。お約束の漫画を送らせていただきます。和道さん、手元に届くなんてド緊張です。つまらなかったらどうしよう。少しだけ自己紹介すると、私は小3から中3までゴリッゴリの引きこもりでした。もう部屋に鍵をかけて、すごいね、小学3年生から中3までゴリッゴリの引きこもりだったんだ。もう部屋に鍵をかけて家族とも口きかない、お風呂も何ヶ月も入らない人でした。のりこじゃん。 おしゃぶくありがとう。ご飯できた、うるせえよババアっつって。面白いな。キッチンから盗んだパンとか 生まれてごめんなさいっつって。 そっからここまで這い上がったので、同じような引きこもりの子や、生きづらさを感じてる子の生きる光になるような漫画を描きたいです。そう思って頑張ってます。長くなっちゃった、ごめんなさい。和道さんの映画もめちゃめちゃ楽しみで、少しでも支援できたらと思って微力ですが花火投げさせていただきました。ありがとうございます。もし私が漫画で売れたら和道さんに花火爆投げして超映画を応援したいです。
和道さんの中にある世界観、和道さんにしかない、誰にも真似できないものだから絶対いい映画になると思います。漫画も中途半端なアマチュアほど、他を批判して自分のやり方をどうやって押し付けてくるものってよく言いますけど、映画もそうなのかなって、和道さんにちゃちゃ入れる人を見るとそう思います。でもこの前の IQ さんみたいな本物の人ほど和道さんの姿勢を応援したくなるはずです。和道さんの表現への思いすごく伝わりますもん。そのやり方じゃ無理っていう人は表現者のにわかですよ。表現者なのに表現の自由性がわからないなんて、めっちゃ応援します。ありがとうございます。宝物だね。ちょいハゲさせたバージョン。いや、ありがとう。イラストまで描いてくれましたね。カチンコ持ってますけど、僕こんなイケメンじゃないよね。はい。これいいのかな？本晒していいのかな？タイトル。おお。あ、でも、おお、すごいね。めちゃめちゃ書き込んでるね。なんかね、懐かしい感じだね。現代の少女漫画のタッチじゃなくて、線がすごい多い。ペンが細いんだよね、少女漫画が。でもこの人、少年漫画の影響も受けてるでしょう、多分。ちょっと放送中なんでさらっとなんだけど。少年漫画の影響も受けてるね。待ってね、なんか LINE 来たね。あ、でも表情豊かだな。いや、すごいかっこいい絵描くな。いや、思ってたアクションもあるんだ。面白そう、すげえ。あ、後でゆっくり読んでみよう。すげえ楽しみ。もしもし。あ、もしもし。どうしたの？リスナーさん？あ、そうです。ちょっと今、イヤホンつけます。イヤホンつけて。はじめまして。はじめまして。放送中だけど大丈夫かな？あ、大丈夫です。ちょっと緊張しているんですけど。あ、全然いいよ。個人情報とか特定されるようなことだけ注意してください。録画とか残っちゃうんで、YouTube とかに。あ、わかりました。了解です。ちなみに、今、メールが来て人生相談したいということだったんですけど、はい、どういった内容ですか？なんか和道さんの配信見てて、なんかすごく本当に嫌味とかじゃなくて、すごくなんか自尊心が高い方だなと思って。ははは、俺が？はい。そうで、だよ。その方が絶対人生とかうまくいくような気がして。 俺ね、で、ベジータって呼ばれてたから、小学校の頃から。はい。 ベジータってわかる？ドラゴンボールの。ベジータプライド高いじゃん。あれはね、コンプレックスの裏返しなんだよ。俺も。要は自分に自信がないから、自分のことを守ろうっていう、弱い人間なの。で、何？自尊心が高い方が、人生うまくいくと思ったの？なんか自分は自尊心とか低いタイプだから、見ててすごい憧れるというか、なんかどうしたらそういうふうに生きて、
まあそれは和道さんの本質の部分かもしれないんですけど、うんうん、なんか心がけてることとかがあったら教えてほしいなと思って。なるほど。はい、あのね、俺子供の頃自尊心がすげえ低い人間だったの。はい。親に虐待されてて、はい、で友達も作れなくて、はい、で小学4年生の時に引っ越しをしたんだけれども、まあ馴染めなくて、はい、で失語症になっちゃったの1ヶ月間。え？失語症、喋れなくなっちゃったの。はいはいはい。で家に引きこもりになっちゃって1ヶ月間壁をずっと見てて、はい、部屋の中で、でそれくらいその自尊心が低い人だったんですよ。はい、うん、でその時で、まあ、それは治ったんだけど、はい、なんて言えばいいのかな、自分のことが嫌いで、まあ寄り目だったりとか、あとなんだろう、その友達ができない精神的なこと、それからしゃったらずなところ、声、はい、もう全部が嫌いだったの自分の。はい、でうまくいかなかったの人生が、鬱っぽくて、はい、でその時にある日気がついて、これ人生がうまくいかないのって俺が俺のこと嫌いだからじゃないのかなっていうふうに考えたことがあったの。あ、じゃあ自分自身を自分が愛してあげてっていうことですか。そう、要は人間ってさ、生まれてから死ぬまで嘘をつけないのって、嘘をつけないっていうかさ、自分はのことを自分なんていうのかな、始末高光っていう自分がいて、で頭の中にもう一人の自分がいるじゃない、はい、それを俯瞰して見てる自分っていうのかな、わかる。はい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 。そうで、こいつが本体なんだよ、本体でもありパートナーでもあるの、俯瞰してる方の自分が。でこいつが俺のことを嫌いってささやくの、それこそお前はダメだよとか、お前には才能がないとか、要はずっと見てるわけ、こいつは自分のこと。はい、うん、でそいつを説得する作業っていうのをずっとしてたかな俺は。え、それはおいくつぐらいの時ですか。中学2年生ぐらいから、高1ぐらいの年齢、14から16ぐらいかな、2年間ぐらいかな。はあ、うんうん、そうで、そっから変わり始めたかな、要は自分のことを好きになれるようになってきたかな、うん、そんな、なんか若い時に気づけるもんなんですかね。生い立ちじゃないの、それは。やっぱりそうせざるを得ない状況だったっていうか、うん、要は誰も守ってくれないかったんだよ、うん、だからまあ自分のことは自分で守った方がいいのかなとか思って。あ、ご兄弟っていらっしゃいますか。うん、妹が一人、弟が一人います。あ、はい、あと腹違いの弟が、血がつながってる人で言ったらいますね。一緒には住んでなかったですけど。なんかコツみたいなのありますか。なんか毎日これした方がいいよとか。毎日これをした方がいい。自分のどんなところが嫌いなんですか。自分の中身も見た目も、うん、なんか好きなとこがパッと出てこない程度には、うん、あんまり好きじゃないんだ。そうですね。あとはなんかやっぱり親に、うんうん、なんか愛されてたっていうのがないですね。うんうん、今失礼な、失礼なかったら、おいくつなんですか。今26です。26、全然全然全然。あー、そっか、26歳か。なんだろう、
事実と解釈っていうことを僕よくお話しするんですけど、はい。事実を見ることっていうのがすごい大事かもしれないですね。多分、事実を変えることはできないんですけど、解釈は変えられることができるんですよ。はい。で、例えばそうだな。コーヒー飲みます？コーヒー飲まないです。僕コーヒー1日6杯ぐらい飲むんですよ。すごいですね。で、コーヒー飲まない人からするとコーヒーって事実じゃないですか。存在するものじゃないですか。はい。でもそこにコーヒーが美味しいと思うか飲みたいと思うかまずいと思うかって解釈問題なんですよ。はい。解釈は変えられるんですよ。はい。で、多くの人が解釈を事実だと思い込んでしまっているんですね。はあ。だから実はそのご自身のことを好きなのか嫌いなのかっていうのは事実なのか解釈なのかっていう。ああ、なるほど。ああ。それは変えることができるよっていうことですか？僕は変えられると思ってます。で、自身の体験から断言できますね。で、変えられないと思ってる人は変えられないというのをずっと言い聞かせてるわけだから変わらないですね。変わらないことを信じてる人は変えられることはできないけど、変わった人は多く見てきてますね。自分自身でも変わったと思います。例えばまあ映画とか漫画とか、まあ小説とか何でもいいんですけど、子供の頃理解できなくて面白くないって思ったことが、たまに10年ぶりぐらいに見てみると面白いみたいな体験ってありませんか？あります。それっ味て、覚とかもそうですよね。あ、そうです、そうです、そうです。はい。変わるもんなんですよ。解釈って、経験を積んだりとかすると。はい。だから、なんだろう、自分、心理学で、自分の言葉とか思考って、例えば口に出すことって耳ってなんで2つついてるのかとかよく言うじゃないですか。で、はい。他人からの言葉って3割とか1割しか入らないんですよ。人間の。情報量としては。だから、普段生きてる時って他人の会話ってあんまり聞いてないんですよ、人間って。そうなんですか。そうらしいですね、心理学的には。で、はい。自分の頭の中で唱えていることとか、自分が口に出していることをすごくよく聞いてるらしいんですよ。だから、自己洗脳をずっとかけてる状態らしいんですね、人間っていうのは。自己洗脳を。じゃあ、前向きな言葉をずっとずっと言い続けてたら、自分が自分を洗脳できるってことですか？そうです。まあ洗脳の定義っていうのがあって、その洗脳っていうのは他者が、第三者が自分の利益になるように他人の行動を変えさせるっていうことが洗脳の定義なんで、自己洗脳っていうのは実は矛盾している言葉なんですよ。ただはこいはいはいれはい。は実は洗脳をする人と、自己啓発をする人の方法論って実は一緒なんですね。自分でセルフでやるのか、他人が他人の利益のためにやるのかっていうだけの話なんですよ、実は。はい。なので、自分が求めてる自分を手に入れるっていうことをやる場合っていうのは、自己実現能力を上げたりとか、セルフブランディングって言ったりとか、はまあセルフブランディングではないか、なんて言えばいいのかな、意識改革というか。だから自分、例えば、目をつぶって部屋の中にいてもらうと分かると思うんですけど、頭の中がすごい思考をしません？疲れた、お腹すいた、寂しい、辛いとかずっと言ってるんですよ、頭の中が。はい。例えばなんですけど、僕がよくやってたの、今から、30秒間時間を与えるので、目をつぶってちょっと黙ってて見てもらっていいですか？30秒いきますよ。ちょっと待ってくださいね。5、
4、3、2、1。目つぶって黙っててください。はい、大丈夫です。はい。どんなことを考えてました？和道さんに会いたいなって感じでした。僕に会いたいと思った。うん。で、今あなたが考えたことって他者には理解できないことなんですよ。うん。で、あなたが持ってる世界であって、あなたが普段行っていることなんですね。要は自分で自分のことをずっと何かをこのたった30秒間だけで黙ってる、要は脳の機能を停止することすらできないんですよ。だからその何て言えばいいのかな、それをコントロールするっていうことは、実はその無意識って呼ばれてる、仏教でいうと荒屋敷とか罠敷っていうんですけれども、その要はハワイとかだとね、言葉をきれいに使う、おほ、なんだっけ、おほのぽのだっけ、なんだっけ、そんなんありますよね。ありがとう、感謝します、許してくださいとか、要はそういう言葉を使うと心がきれいになるよとか。子どもの頃ってこれがないんですよ。情報がないから、経験がないから。だけど生きていく上で、多分あなたが考えてることは誰かが植え付けたことなんですよ。必ず身近な人が、親、友達、学校の先生が使ってた言葉、もしくは本、映画とか何かしらの情報で今の自分の人格形成がされてるわけですよね。だからそれを整える、その自分、なりたい自分にはなれるので、どういう情報を手に入れるのか、どういうことを考えるのか、どういう生き方をするのかっていうのは選択可能なんですね。だからそのどこが嫌いなのかっていうのは、事実なのか解釈なのかっていうのを整えていくといいですよ。事実なのか解釈なのか。じゃあそれが嫌いな部分が全て事実だったらどうすればいいんですか？変えられません。受け入れて生きていくしかないんですか？事実は変えられるけど、解釈は変えられるんですよ。事実は変えられないけど、解釈は変えられるんです。ああ、そうか。要はこの世界で生きてて地獄だっていう人もいるんですよ。死にたいっていう人も。でもこの世は美しいっていう人もいるんですよ。和道さんはどっちなんですか？僕は天国も地獄もこの地球であって、悪魔も天使も人間だと思ってます。で、僕は毎日好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけ、やるって、そういうふうに毎日言い聞かせてます。自分にですか？僕は今日好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるんだって。それは起きた時とかに、暇な時ずっとです。だって自分が嫌いだとか、なんでこんな顔に生まれたんだ、なんでこんな貧乏なんだ、なんで辛いんだ、なんで俺は彼女いないんだ、なんで寄り目なんだ、なんでハゲてるんだ、ハゲてるんですか？ハゲてるハゲてる みたいなことをずっと考えててる人がいるとしましょう、仮に。すいません、ちょっといいよ。
どうぞ。ハゲてないですよね。ハゲてるハゲてる。めっちゃハゲてるよ俺、うん、それって配信で公開してるというか、なんか全然リスナーの方には、全然リスナーハゲハゲって言ってますよ。まあまあまあ、話の本質的には僕がハゲてるかどうかは、まあ、どうかじゃなくて、もし、あ、はい、すいません、もし仮にね、自分はなんでダメな男なんだ、はい、なんでお金持ちじゃないんだ、なんでダメなんだろうってずっとぼやいてる人が、周りがよくしてくれるわけないじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと話集中できなくて、ごめんなさい、一個だけ聞きたいんですけど、うん、ハゲ隠しで金髪とかっていうことなんですか？あ、違う違う、ブルーに染めるためにですね、色を変えるために。あ、そうだったんです、すいません。そうそうそう、もう大丈夫です。うん、いいよ。はい。で、要は自分のことが好きな人と自分のことが嫌いな人、はい、どちらがうまくいく可能性があるかっていう、はい、話ですね。で、僕はその自分のことが好きな方が、自分のやりたいことができる可能性が上がるっていう判断をして、そういう生き方を選択しました。はあ、はい。ちなみにお名前なんてお呼びすればいいですか、リスナーさんのこと。あ、どうしよう、はい、マリコで。マリコさん、はいはい、はい。でマリコさんは実は何にでもなれると僕は思ってます。そうですかね、僕は思ってます。ただ他人と過去は変えられないんですよ。マリコさんはマリコさんが変えないといけないんですね。はい、はい、僕がマリコさんのことを変えることは不可能だと思ってます。他人と過去は変えられないんで。でも未来と自分だけは変える力は人間は持ってると思います。まあでも習慣ですよね、はい、さっきの和道さんがやってる、はい、僕は好きなだけっていうくだりがあったじゃないですか、はい、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやります。僕はなんかそれも習慣づけてたらできるような気がします。そうですね、はい、3日3週間3ヶ月3年やったらもう人格形成までいくっていう風に言われてますね。3年かかりますか？3年かかったら完全に変わってるっていう風に言われていて、まずは3ヶ月やりきることが重要だっていう、はい、3ヶ月から影響を及ぼしてくるって言われてるんですよ。で、大体その3日、3週間、3ヶ月までできたら、3ヶ月できたら3年できるんですよ。で、もう明らかに変わるっていう、周りの評判が明らかに人格が変わるのは3年かかるって言われてます。29歳ですね。うん。でも29歳の時に自分が嫌いなままなのか、自分、なりたい自分に慣れてるのかってすごく大事だと思いますよ。はい、もう一つその自尊心とかに関わることでお聞きしたいことがあって、はいはい、前々からなんかリスナーの、うん、なんか結構なんか、うん、書きたい放題というか、はい、で和道さんは、はい、ブロックとかしないじゃないですか、はい、私見たことないんですけど、そういうのしてるの。はい。それは、なぜですか？ブロックしてますよ、僕。あ、してるんですか？はい。あ、そうだ、それだったら大丈夫です。はい。すいません。はい。ブロックしてます、してます。ただ、ブロックしてますって、大ピラにやってないだけなんですよ。あ、無言で。そう。あ、なるほど、はい、気づいてないだけですね。そうです、そうです。見せてないだけでブロックはバンバンしてます、僕。うまいですね。 うまいっていうかまあなんかうまいっていうかどうなんですかね、普通にブロックしてます。え、今は、はい、彼女とかはいるんですか？彼女はいないです、僕は。
今作る気はないんですか？あ、全然ありますよ。あ、そうなんですか。はい。いい人と出会いたいですね。あ、ブロックされたよ、さっきって書いてます。え、でもなんか昨日、あ、今日とか、なんかもうめっちゃ和道さんのこと好きみたいな女性で、なんかティッシュを集めてる方、ああ、綾香さん。とか見てて、結構熱烈なファンの方多いから。あの子はもともとそういう子だったんですよ。に、3年前のリスナーさんでもあ、古いですそうね。なんです。で、1年間ずっと見てなくて、他枠で和道嫌いとか、あいつ最低とか、アンチコメント書いてた子なんですよ。そう、そう。で、もともとあんなキャラじゃなかったんですよ、電話しても。猫かぶってて、そう。でも、なんかこう、もじもじ猫かぶってるような子だったんですけど、それが、その化けの皮剥がれたっていうので盛り上がってたんですよ、昔のリスナー、知ってる子は。なんかこう言いたい放題言ってて面白いってキャラ変わってるって言ってあれすがごい。本当の彩香ちゃんなんですよ。彼女は今僕に気はないですよ、あ、そうなんですか。多分。え、どのぐらい言い寄られてるんですか。彩香ちゃんから告白されたことはなくて、一あ、回も。他の女性のリスナーから。あ、全然ないですよ。モテないですよ、僕は。だって、また、また。モテるわけないじゃん。だって、34にもなって、こんな暮らしてんだよ。モテるわけないじゃん。いやー、でもその自由な感じとかが、自由他だにけ。はないですよね。自由だけ。とりえば。何も持ってないもん。あれですか？今も西新宿5丁目に住んでるんですか？そうですよ。プリンセスガーデンです。プリンセスガーデアン。パート名です。なんか中央公園とか通ると、なんかいつも和道さんのことを思い出すんですよ。近いんですか？この辺よく歩くんですか？あ、割と近くて。あ、そうなんだ。中央公園も目はのい。前ですよ。なんか、あ、和道さん歩いてないかなみたいな感じで。全 然よ結く構チラチラ気にしてるけど、会えたことはないですね。あ、そうなんですね。 結構プラプラしてます。中野坂上とかよく歩いてますよ。あ、そうなんですか。そうです、そうです。5丁目駅わかります？西新宿の5丁目、西新宿5丁目。あ、わかります、わかります。カニ道楽とかがあっそうでて。す、そうです。要はい。はあそこと中野坂上の間の神田川沿いのところに住んでるんですよ。近いですよ、僕は。近いです。すごい。あ、近いんだ。本当に近所に住んでんだ。あ、でもそこまで近所じゃないですけど、新宿に出るときに通るんですよね。はい。そっかそっか。方南通り沿いとかを通るときに。なるほど。いや、でも超モテモテですよね。私にチャンスとかなさそう。いえいえ、全然本当にモテないですよ、僕。え、和道さんってどういう女性が好みなんですか？好きになった人です。好きになった人。好きになった人がタイプです。感覚っすね、フィーリングっすね。フィーリング。何型でしたっけ？僕 B 型ですね、血液型は。あ、B 型の割とサイコパスな感じあ、サイコパだっスか。たら、もうちょっと振り回されちゃいそうですね。そうっすね、サイコパスだとで思もい言まわれす。ますよね、サイコパスっぽいって。ずっと言われてて、自はい。分は違うってずっと言ってたんですよ。だけど、文献とか調べたら完全に当てはまりましたね。僕はああ、さ、そうですよね。はい、僕はかん、別にネガティブなイメージとかは和道さんに持ってないですけど、それでも別に、あ、この人サイコパスだなっていう感じますもんね。一定確率で生まれるんですよ、サイコパスって。はい。
医者とか軍人とかがサイコパス率高いんですよね。あと実業家が異常に多いんですよ。で、なんでかっていうと、冷徹な判断ができないといけない職業、例えばまあ、医学があるから医者っていうのを成立してますけど、体を切りはい。刻んだりとか、例えば命を落とすためにその人の腕を切り落とすっていう判断を冷静に合理的に判断できないといけないらしくて、ああ、な医る者ほとど。かすごい理にかなってる。は。はい。確かに言われてみればそうですよね。あと、その国を守るために相手を一瞬の判断で撃ち殺すっていう判断をしないといけない軍人とかそうですよね。だから、一定確率で必要悪っていうか、サイコパスイコール殺人鬼ではなくて、そういう職業っていうのは、弁護士も多いのかな、確か。はい。僕はサイコパスだと思いますよ。はい。あ、僕自身、はい、サイコパスだと思います。あ、自分ではい。自覚はあるっていう感じなんですね。そうですね。女性に対してはい。そういういつも言われることとかはないんですか？いつも言われること。僕は何も言われないっす。釣った魚に餌やらないとかそういう系のあ、いないんや、ですか？そういうことは言われないですね。あ、わかった。はい。あれですよね、きっと。付き合った人みんなメンヘラにさせちゃう系。あ、いや、メンヘラの子が多いですね。今考えると、ほぼ全員メンヘラですね。ああ、そうなんだ。僕に好意を抱くっていう人が多分変わってる女性の方が多いんだと思います。まあ、僕はメンヘラの方がまともだっていうのが持論なんですけど、世の中が狂ってるから耐えられないって言ってる人の方がまともだと思ってて、要はこんな狂った世の中なのに普通にひょうひょうと暮らせるやつって、僕からすると異常者なんですよ。はい。だから、落ち込んだり悩んだりして、ちょっと体調が悪いぐらいの方が、僕からすると、健常者というか。はい。いや、そうだよね、っていう。人間らしいですよね、そうそっそうちのそう方そう。が。それはおかしくなるよね、こんな世の中で生きてたら、っていうのが僕の考えですね。和道さんとはリい。アルでこういうお話をしたいとかっていう時にギャラはあ。とかは発生するんですか？ギャラ、ギャラというか、僕、なんだろうな、今、めっちゃ忙しいんですよ。あ、そうなんですね。はい、睡眠時間2時間ぐらいで、で、よく放送やってると、お前、暇人だろって言われてるんですけど、例えば、昨日、県外に3日間行ってたりとか、千葉にこの前も配信外でロケハンに行ったりとか、撮影の練習してたりとか、で、かつ、配信の収入に僕依存してるんですね。生活が。だから、実はもうなんていうのかな、カッツカツの状態なんですよ。で、例えば映画も作らないといけない、配信もやらないといけない、シルバーもやらないといけない。で、プライベートの時間で何か抑えてしまうと生活が成り立たないような状態なんで、はい、例えば映画とか何か動機ですよね。なんか映画のスタッフさんでとか、やってくれるっていうことでお会いするとかであれば、頻繁にお会いすることにもなるでしょうし、もうプライベートと趣味っていう区別がないので、僕の自分自身の生き方が。だから、やりたいこと以外の時間は使わないですね。気にしてますね。はい。正直言うと、誰かと会って何かを話してる時間が無駄になってしまうんですよ、僕にとって。配信外ではっていう感じなんですね。配信外で、何かに時間を割いてるっていう時間は、そういう時間が僕にはないですね。で、現在は映画を作るにあたってすごくお金がかかってる。そうですね。おっていう金感はじなんかでかってるというか、お金を集めてる段階ですね、僕は。出資を募っているっていう感じです。そうなんですね。はい。はい。
やっぱりちょっとそういうの聞いちゃうと、あの、うん、サイコパス感が、うん、サイコパスですよ僕は、はい、うん、まあ、もしよかったらスタッフやってください。ずっと一緒にいれますよ。え、それはど、はい、どうやって、あの、どういうことをするんですか？ボランティアスタッフさんを募集していて、一緒に映画を作ってくれるパートナーを、あの、はい、だからお給料発生一切しないんですけど、あの、まあ、何でももう全てを手伝ってください。三脚立てるのから、映画の構想を考えてる時の話し相手になってくれたり、こここうしようぜとか。もう、あの、なんだろう、映画を作る全部ですね。今スタッフさんってどのぐらいいらっしゃるんですか？今現在プロの人が、4名かな、プロが4名の、ボランティアスタッフさんが7名とかいますね。うわー、すご、はい、結構ガチだったんですね。そうですね。で、トータル20人は絶対必要なんで、もし力貸していただけるとすごい嬉しいです。どうしよう。恋愛してるよりワクワクしますよ。いや、すごい今話聞いてドキドキワクワクしました、はい、ときめきがありました、はい、まあ、あと一生作品は残るんで、はい、爪痕残せますね、はい、あ、まあ、あの、なんだろうな、僕自身の恋愛観なんですけど、はい、なんていうのかな、ずっとそばにいるやつが奥さんだし、墓場で泣いてくれるやつが親友だと思ってるんですよ、どんなに嫌いでも僕のこと。なんかちょっとワンピースっぽいですね。あ、いや、そうですね、ワンピースは正しいですね。あの、そばにいないのに恋人とか、そばにいないのに思いが通じてるとか、好きだとかあんまり興味ないんですよ。どんなに嫌いでもそばにいたら家族だし、どんなにそばにいたら勝手に奥さん、奥さんって勝手になってるもんだと思ってるんで、彼女とかで。離れる人っていうのはどんなに気持ちがあっても離れる人なんですよ、縁がないんですよ。うん、どんなに好きでも考えてる時間もったいなくないですか、うん、そうですね、うん、だからもし僕に関心があるのであれば、興味持ってるのであれば、そばにいてください。僕はウェルカムです。あ、じゃあ和道さんが、うん、あの、拒絶する人はどんな人ですか？僕いないですよ。僕今からマリコさんが家に来るって言ったら、家にあげて普通にここで配信しますよ。はい、毎日来ていいですよ、勝手に。てか、そんなこと言ってたら、はい、なんかやばくないですか？なんか女の人に刺されたりとか大丈夫ですか？刺されりゃいいんじゃないですか？え？だって僕悪いことしてないですよ。だって僕、中学生から一人暮らし、中3からバイトしてて、16歳から一人暮らししてるんですけど、部屋の中に5、6人友達がずっと誰かがいるんですよ。で、女の子も男の子も知らない子たちも友達の友達とか連れてきてて、勝手に遊び場になってるんですよ。で、多い時40人と一緒に一軒家で住んでましたよ。僕平気なんですよ、そういうの。あー、うん、ちょっと変わってますね。そうっすね、なんか人が いることに抵抗が全くないんで。はい、あの、のりこさんのお話は聞いちゃいけないんですか？全然聞いていいですよ。あの、まだお付き合いされてるんですか？いや、別れました。いつ頃別れたんですか？1ヶ月半ぐらい前かな。1ヶ月以上経ってますね、もう。苦、うん。え？結構そんな続いてたんですね。そうですね。あー。はい、あの、なんか私の印象では、あの、はい、彼女の方が結構もう依存してるように見えて、はい、はいはいはい、依存すればいいんじゃないかなと思いますけどね。なんで別れちゃったんですか？本人が家にもう二度と行かないって言ったんですよ、僕に。ああ、そうなんです、はい、そうです。ああ、そうなんだっていう。で、僕はもう3日連絡取らなくなったら恋人じゃないっていう、3日会わなかったら恋人じゃないっていう判断をするっていうのは、もうずっと昔から放送でも彼女自身にも言ってることなんで、彼女がその言葉の意味っていうのを自分で理解してるんですよ。要は別れるっていう言葉を指す言葉だっていうのは本人が理解してるんで。
あ、じゃあもう完全に終わっちゃったんですね。そうですね。なんか切ないですね。そうですね。切ないですね。普段どんなことされてるんですか？普段は 普段ちょっと恥ずかしくて言えないんですけ恥ずど。かしくて言えないことを普段やってんの。そうですね。でもこれ残っちゃうんですよね。すごいお話ししたいんですけどね。なんだろう。じゃあメールで書いて、チャットで。僕のことは昔 もういいや、分かった。へえ、そうなんだ。へえ、結構儲かるんですか？そうですね。税金大変って感じですね。儲かってんじゃん。い素晴らやいや。しい。へえ。逆に儲かっ所属てはしてるるんですか？フリーでやってるんですか？フリーフか。リーですフリーね。だろうな。サイト的はい。に。結構な事ん務所で、所属そして。の時代から見てましたね。じゃあもう4年ぐらい見てるってこと？俺のこだからそのずっとヘビーではなくてっていう感じで、ちょいちょい。でも本格的に見出したのはやっぱりふわっち。じゃあ結構見てくれてる感じなんですか、僕のこと。一番好きなシーンがあるんですけど言ってもいいですか？もちろん。どこだっけな、多摩かどっかから新宿まで歩くみたいな。あれだ、高尾山かな。高尾山です。ごめんなさい。で、その時に、こんなことを中堅にやらせんなよみたいな感じで叫んでたのがすごい印象的で、新人にやれよっつってね。杖って感じでしたね。結結構。構、外配信とかでも、間延びしないっていうか、すごい面白いって感じで。ありがとうございます。あれ結構本当に辛いんですよ。いや、辛いですよね。あれきついっすよ、本当に。バイオハザードの瀕死状態みたいな歩き方になるんですよ。わかんないかわかります、わかります。で、あと、ミュウツーと、彼女さんが、殴り合いして、殴り合いし殴てりて。合いしてた時に、その全く動じてなくて、超すごいと思って。あの日、配信外で、のりこってもう2日3日前ぐらいから警察に、殺しちゃうかもしんないってずっと電話してたんですよ。頭に来すぎてて、殺しちゃうかもしんないから、のんちゃんを逮捕してくれって言って、自首してたんですよ。そう。だからもう、のんちゃんはもう腹くくってるからって言ってたから、そうか、っつって。やるのか、っつって。和道さんを 守なる。んでそんなに すごい超他人事いやいやいや、まあ僕は他人の生き方に口出しは一切しないつもり、感じなんで、僕は彼女のこと尊重してますから。嬉しかったっすよ。腹くくってるっていうか、私は超かっこいいと思いましかったこけどいいっね。すよね。ロックっすよね。あんなロックな女いねえって思うぐらい。今、のんちゃんから LINE が来て、この女を家にあげたらお前のことめった刺しにするからなっていう LINE が来ましたね。だから、マリコさんでしたっけ？マリコさんはめった刺しにされますね。僕の家に上がったら、のりこに。
すごい、でも、やっぱまだ大好きなんだろうなって感じですよね。おお、そうなんだ。なんか私結婚する気がはい。してますけどね。誰と？結局、なんか、のんちゃんとっていうふうにしか思えないですけどね、僕は和道さんは。あれですよ、書類上、国家に対して、僕は書類を出すつもりはないですよ。ああ、まあでも事実婚っていうか、事実婚っていうそか、なんの、か政府、ガバメントごときに、俺の恋愛に口出せるつもりはないんで、一切。そうですはい、か。扶養義務と相続義務を負うだけなんですよ、結婚っていう制度って。で、僕は好きな女性に扶養してもらいたいとか、扶養するとか、相続をしたいとか、したくね、さ、あの、相続をされたいとも思ってないんで、僕は好きな人と一緒にいるだけです。だから、結婚っていう概念はないですね、僕には。今、和道さん自身は、そののんちゃんと離れて、寂しいか寂しくないかで答えてください。寂しいですね。で、のりこがどうこうっていうことよりも、一人でいることに関して寂しいですね。あ、寂しがり屋さんなんですね。そうですよ。僕、ツイートでも昨日、寂しくて寝れないって書いてますから。さっきも言った通り、僕は3日、誰かと連絡取れなくなったら、死んだと思うんで、その女性が。男性でもそうですけど。要は、リスナーさん、要は、リスナーさんでもそう考えるんですよ。要は、どんなに好きとか嫌いとかコメントで花火投げてくれたり、コメント書くことはできるけれども、結局、見てくれてなかったら、意味ないじゃないですか。いないのと一そう緒でじゃすないですね。か。だから僕、アフリカないと思ってるんで。見たことないはから。い、そうです。そうです。じゃあ、あれですね。のんちゃんと。でもそれってちょっと無責任じゃないですか。例えばじゃあ、のんちゃんが戻りたいって言ったらそれ受け入れますよね。そうだね。じゃあ例えば、本当に例えばですけど、私自身が和道さんに対して本気だとか言い出したとするじゃないですか。そしたら和道さんはどういう選択をするんですか。その時にしかわからないって感じですか。本気かどうかが重要なのはマリコさんの世界の話であって、僕はそばにいる人を大切にするっていうのが僕の生き方なんですよ。本当に好きだったらそばにいるはずじゃないですか。で、僕は、本気で愛してくれる人がそばにいた方がいいっていう、要は、僕が好きかどうかなんてどうでもいいんですよ。僕のことを本気で愛してくれる人がそばにいて、一番そばにいる人を僕は愛すって決めてますね。俺はのりこにもそうしてきたし、のりこ自身にもずっとそう言ってます。ただ、配信とか僕のやりたいことを最優先にやっていくからねっていう。だからおそらく求めてるものは手に入らないよっていうことを言ってますね、常に。なんかそこの食い違いで喧嘩とかはないんですか、じゃ喧嘩する必要ないですからね。他人と過去は変えられないんで。あ。喧嘩にもならないんだ。だから僕がのりこに怒ったことある数々の放送のことに関してだけですね。放送の邪魔をされた時だけ僕は怒ってるんですよ。あとはのりこのやりたいことを尊重してきたし、のりこが良くなるようにとは思ってますけど、僕は他人は変えられないと思ってるんで。冷たいって言われますね。冷たいですよね。だから脳みそが男の人すぎて、多分女性は理解できないと思います。すっごい、要は平等なんだけど、要は特別扱いしないんですよ。でも女性ってそれをしてもらいたいから結構きついですよね。だだと思からいますね。なんか生半可な気持ちで一緒にいたらもうとてもじゃないけど、多分傷ついちゃってきついと思いますけどね。だから残酷なほど平等ですよ、僕は。
じゃあなんか和道さんの子供を産みたいとかいう女性がいたらどうする？産みはいいんじゃないですか。オッケーって感じなんですか。僕だから23の時に全く同じこと言った女性が今だから育ててますよ、僕の子供。認知とかはしてるんですか。認知っていうのがよくわかんないんですけど、僕の DNA を半分ついてますけど、僕が育たないんだったら僕の子供じゃないってはっきり言いましたね。だから俺がその一回だけ会ったことあるんですけど、生まれたばっかりの時に連れて帰るって言った時に別れるって言ったから、じゃあ俺の、あの俺のあの DNA 半分継いでるのは認めるけど、その僕は育てた人が親だと思ってるんですね。お金を出して教育をして他人だからねっていうのははっきり伝えましたね。あ、でもその方はそれで了承してっていう感じ、はいはい、そうじゃないですかね。別れたいって言ってたんで。なんか不思議な、うん、はい、不思議かな。不思議ですね。なんかだって育てた人が親じゃないですか。あ、違う違う、なんか生き方自体がですよ。あ、なんかいろんな話聞いてて、まあ配信見てて、あの分かってますけどね、はい、分かってるけど、やっぱそういう突っ込んだ話とかをするとやっぱ、はい、まあいろんな経験して、だってね、うん、特別な行動をしてないやつが特別な扱いをされるわけがないじゃないですか、世の中。うんうんうん、うん、でその彼女だから特別だって女の子って思ってるじゃないですか。うんうんうん、違くないですか。一番そばにいたやつが一番その人の愛された人であって愛した人じゃないですか。彼女じゃなくても。で周りからは多分おそらくその人が最高のパートナーだったっていう評価を受けるだけの話であって、だからその自分がやってる行為に尊いかどうかっていうか、そのなんて言うんだろう、その人好きな人と一緒にいるだけで幸せと思いません？思いますね。じゃあそばにいればいいんじゃないのって、何に変えても。僕だったら、怖い。なんかもうホストとかと言ってるレベルが一緒ですよね。なんかすごい今なんか一瞬ふらついたんですけど、なんかんすごい恐ろしいんですけど、なんか今なんでなんですごい今なんかちょっとなんか、いやそうだなみたいな、ちょっと和道さんのために腹くくるかぐらいちょっと今考えましたから、ね、いやだってもし自分が幸せになれるのが好きな男のそばにいることだったら、なぜ離れるのかって理由がないじゃないですか。でそばにいるかどうか自分で決められることじゃないですか。僕はやること、でも大抵の人は和道さんみたいに、はい、こう世の中の歯車として働いていたりして、はい、うん、そんな生産性がないわけですよね。そんな頭もなければ、うん、そしたら、うん、こう離れて、うん、なんかこう生活をするしかないっていう選択肢、うん、だってそれ、まあ、それも選択肢なら自分なんですよ。そう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 、でもそれはちょっと酷だと思います。僕だから他人に押し付けないですよ、それを。働いてる人とか家庭があってやりたくないことをやってる人たちとかは尊いと思ってるんですよ。でそれを仇って言うんですよ、普通と呼ばれてる人たち。僕は、うん、自分の作品が子供だし、自分の活動が子供だし、リスナーがファミリーだし。え、作品ってもう作られてるんですか。作ってますよ、うん、完成はしてないですけどね。だからそれもリアルで見れますよ、僕のそばにいたら。こんなことやってんだって。え、てかいつ寝てるんですか。寝てないよ、だから2時間3時間っすよ、本当に。でもなんかめった出しは嫌だからな、うん、その程度ですよ。、うん、
本当に好きだったらめった刺しされても一緒にいるはずですから。それはちょっとなんか歪んでるけど、なんえ、僕か、そう思いますよ。でもそれってなんか考え方としえ、てちょっと健康的じゃない、病んでるって思う。本当に好きだったら時間を止めるしかないから、殺すか死ぬかしかなくないですか？え、僕究極の愛の形それしかないと思うよ。今回の映画のテーマでもあるんですけど。それ言っちゃって大丈夫なんですか？もう全然。本当に好きだったら殺しますよ。本当に好きだったら死にますよ。思いません？要は結局好きだっていう感情って自己都合なんですよ。こうされたい、こう望んでるっていう。でも愛ってそれって恋で、愛情だったでもら、それって動物的、まあ動物的なのが、和道さん自身が、それが僕は、それが理想だからって言うんだったら別ですけど、人間って理性があるじゃないですか。あります、あります。で、そういうメッタ刺しとか云々とかって、その犯罪行為ですよね。そうですね。で、犯罪に問われる行為じゃないですか。そうですね。なんかそれを、なんか理想論じゃないですか。それが、じゃあ、本当に愛してる。だから君を殺すって、そんな漫画とか本とかってありますよね。でもそれを実際にするかどうかって違くないですか？僕がするかどうかじゃないですよ。のりこが刺すと言っていて、で、刺されるんだったら嫌だって言ったんですよ、マリコさんが。だから結局刺すかどうかじゃなくて、殺されるぐらいだったら好きにならないっていう話なんですよ。僕だからのりこに刺せばって言いますもん、普通に。絶対なんか、それ、で、僕の周言っり、てますけど、なんか、うわ、痛えとか言って逃げますよ、絶対。逃げるかもしれないけど、でも、でも、ジョン・レノンもイエス・キリストも刺されましたかんね。結局。だから本当に、だから2人は愛情がすごいんですよ。だから伝説なんですよ。ファンに刺されて殺されたんですよ。アンチに刺されて殺されたんですよ。かっこよくないですか？っていうか、そういうのをかっこいいって思う、価値観を植え付けるかもしれないからって言って、あれは確か問題になってますよね。そういう模倣犯じゃないけれども、なんか私ちょっと、問題にしてるそうのいは、うなんか人だったんだって感じ、なんかちょっと残そうやで、念です。問題にしてるのは、要は普通の人ですよ。僕はあれは美しいと思いますよ。ジョン・レノンがね、刺した方がじゃないよ。わかる？刺した方を肯定してるんじゃなくて、刺された方を肯定してる。いや、でも多分刺されてなんかすっごい人間臭いこととか言ってたと思いますよ。ああ、そうだろうね。だからかっこいいんじゃん。まだ死にたくないって言いながら死んだんだよ、多分。やだやだって言いながらのたれ死んだんだよ。俺もそう思う。まあそうですね。まあそれは置いといてって感じ。それは和道さんの価値観なので、そうですね。それを私が迫害する権利は何もないので。ただ、いや、でも、絶対もうなんか、死んでも死にきれないと思いますけどね。和道さん、例えば、じゃあ、のりこさんに殺されたとしますよね。で、マリコさんが？俺が？じゃあ和道さんが俺がもうのりほんこ。と愛してる、違う。分もかっう、てない。分かってない。のりこは絶対俺のことさせないから。じゃあそういう盲信的なファンがいたとしますよね。それで、和道さん、もう和道さん、もう死ん、あの、あなたを死んで私もそれはずっと思い続けることになるとか、意味のわかんないこと言い出して、で刺されて、もうなんか、まず、その絶件に、対自爆霊とかになって、なんいや、か、その件に関して言うけど、まず、俺のことを刺してまで、
いいっていうコアなファンがまず俺にいないっていうことね。俺の実力的に今。いや、信者がいないっていうこと。アンチの信者がいないっていうこと。で、もしいたとしたなら、俺が求めてる俺になるよ。そういう人がいたら。なれないと思いますよ、正なれ直言っなかって。たら負けだよ。だから。なれなかったら全ての今やってる活動が、要は全部空虚なものなんだよ。負け、俺の。あ、そこまででも分かっていらっしゃるんですね。今は俺のこと指す人はいないだろうね。影響力がなさすぎる。いや、ありますよ。あるからこそ、なんかそなんいなよ。さしてかっこいいとか、ちょっとあんそうまやりそうや、あの言っね、た要は、ら。俺がジョン・レノンくらい世界に影響を与える男だったら指す価値があるのよ。自分の人生が刑務所暮らしになっても伝説になりたいっつって指すのよ。ね、だけど俺のこと指しても無職暮らし嫌だなっていう釣り合わないんだって、今の俺だったら指しても。まあ、そうですね。そう。だからでも俺はその全ての活動が、なんだろう、キリストみたいになりたいわけじゃん。だからそこは戦いだよね。刺されたら勝ちだよ。まあみっともなく死ぬんだろうけど。キリストになりたいんですか？キリストと同格になりたいね。ブッダとか。あ、神だ。なんか今日やっぱお話ししてて思ったのは、なんか絶対宗教とかやった方がいいと思って、おお、カルト宗教。あれですよ、教祖の方ですよ。競争。興味ないかな。でも税金かかんないし。税金か。ああ、まあ法人税でってことか。あんま興味ないかな、なんか宗教は。そっか、なんか残念です。なんか楽しいことやりたい。ワクワクすることと。かっこ悪いじゃん、宗教って。ロックじゃないじゃん。ダサくない？ダサいですか？ダサい。なんか、ちょっと一歩、二歩、三歩先ぐらい、もっとかな、お先を生きてて、ちょっと今の私にはまだ理解できない部分も多いですね。そうなんだ。なんかそこまで多分、和道さんほど頭も本当に良くないので。いや、そんな、俺頭悪い、中卒だよ。いや、学歴じゃない でいすや、よ。学歴だよ、この世の中は。学歴じゃないって言っていい人は学歴ある人だけなんだ。学歴だよ。どこの中学校だったんですか？成田。あ、千葉ですか？そうだよ。俺成田出身なの。へえ。すごいヤンキーが多そうですね。ああ、ヤンキー多かったかな。ヤンキーだったんですか？ヤンキーではないよ。バンドずっとやってたから。ああ。でも、友達みんなヤンキーだったね。そうですね。あの辺なんかヤンキーが結構多いイメージが。まあまあ、ヤンキーばっかりだね。っていうか、それしかないんだよ。楽しいことやるには。バイク乗るしかない。どこ中って、なんか久々に言われたよね。千葉の人 なの？そうですよね。てめえどこ中だよ。千葉の人なの？もともあ、と。違います。あ、違う。全然違います。
え、なんで俺に興味なんかすごいオーラ出てきた気がします。なんか夏、まあ、あの和道監督に変わってからもちょくちょく見てたんですけど、うん、なんか全然感じ、それは多分もう周りから言われてると思いますけど、うん、感じ変わりましたよね。いや別に何も変わってない。いや変わりましたよ。あー、どうなんだろう、変わっちゃってますよ。いや、いやな、あんまり良くない意味で。あ、すごいいい意味です。あー、そうなんだ。いや別にあんまりなんか誰からどう見られてるとかどうでもいいから。いやそれは嘘ですね。いやいや、どうでもいいよ。本当に閲覧とかいらないもん。本当にスポンサーが欲しいと、映画作りたいと、なんだろう、生活できたらいいやと思う。本当にどうでもいいよ。え、ちなみに、あの、うん、全然答えたくなかった、うん、全然構わないんですけど、うん、どのぐらいの、うん、ふわっちって、まあ、まちまちだと思うんですけど、うん、どのぐらいの収入を得てるんですか？あ、月収18万ぐらい。去年は22万とか平均。20万から22万ぐらいの幅で。もうオワコンだよ。20万切ったもん。え、それって配信とかで言っちゃって大丈夫なんですか？俺全然言ってるよ。全然言ってる。ああ。うん。全然言ってるよ。え、その焦りみたいなのはないんですか？あるよ。え、全然出てないですけど。いや、いや出てないかどうかわかんないけど、めちゃくちゃ焦ってるよ。もともと俺ホームレスだからね。生活保護だし。生活保護を抜け出したのはふわっち来てからだから、もう3年半ぐらいふわっちだけで食ってるかな。え、超すごい。、うん、でもなんかすごい申し訳ないんですけど、うん、もっと夢がある金額だと、うん、あの勝手にこっち側から見てるだけだと思ってました。うん、どういうこと？ああ、もっと稼いでると。もう全然3桁とか稼いでんだなっていう目で見てました。あ、全然3桁稼いでたら映画スポンサーなんかいらないでしょ。自分の金で作るわ。今スポンサーどのぐらいついてるんですか？10万が一口だね。10万円投資してくれた人が一人昨日現れて振り込んでくれた。うん、やっと半年かかってやっと一歩目だね。あ、なんか、うん、リスナーさんが飽きてきてるので、うん、あの、うん、私はすごい話せてめちゃくちゃ幸せだったので、うん、あ、よかった。あの、なんかすごい、うん、ワクワクすることしようよって言われたのがすごい、うん、いや楽しんだ方がいいよ。死ぬ時一人だよ。そうですね。後悔するよ、後悔するよ。やりたいことやろう。本当にそうですね。そう、心は知ってるから。あ、これ本当は私これやりたいんだとか、俺は本当はこれやりたいんだって、嘘つくと言い訳する大人になるからね。うん、あの子供に嘘つく大人になったらダメだよ。死ぬ時騙せないよ自分は。やりたいことやろう、うん、絶対に後悔するから。俺後悔一つもないもん。失敗してもやりたいことやってきたから。やりたいことやろう。そうですね。それは見てて思います。そう、やりたいことやろう。なんかまた心が死にそうになったら、うん、なんか、うん、ありがたいお言葉を聞きに来てもいいですか？いつでも電話かけてきていいよ。放送中だったら。あ、もちろんです、うん、配信外だったらメールにして。メール返せるときに返すから。わかりました。ありがとうございました。うん、うん、ありがとう。はい、失礼します。はい。はい、どうも。
いやいやいや、会う時間なんかないんだって、本当に。忙しいんだっつうの。お疲れ、とつおつ、マリコさんかな、マリコさんでした。俺の放送見てたらね、花火ゼロだからね、350円マイナスだからね。ちょっとコーヒー買ってくるわ。いやだからね、展開つまらんっていうか、家に来りゃいいのにね、のりこに刺されりゃいいんだよ。病人ばっかり集まる。にわかだ、にわか認定。あ、リスナーからするとにわか認定なんだ。ダメだなっつって、弱えなっつって、やべえ金がねえ、やべえ小銭がねえ、まあ、どうしよう、ジュース買えない。コンビニ行ってきてもいい？あの5000円札しかないから自販機使えない。コンビニどうしよっかな。いいや、水飲もう。あれ、なんかあったかな。はい、おはよう。いつも金はないけど、ちょろい。でもなんか別にさ、なんか好きとか嫌いとかいう感情ってさ、彼女になりたいとかって全然なんか面白くなくない？なんかどうでもよくない？どう思う？なんか別にセックスするだけじゃん。だから俺結婚式とか大嫌いで、ウェディングドレスして、あなたは貴子さんを一生愛しますか？愛します。のりおさんは貴子さんを一生愛しますか？愛しますって、あれもうさ、その茶番劇を100人ぐらい前でやって、その3分の1は離婚をするんだよ。もうショートコントでしょ。なんで俺そっちの方が恥ずかしいと思うの。いや、女の夢だと思うけど、結局別れるわけじゃん。で、俺それ別れた家庭に育ったから、バカバカしいよね、ほんと。バカバカしくない？ふざけんなよって。そんなことよりも手つないで一緒に歩いてる内縁の妻の老夫婦の方がかっこいいでしょ。くだらないよね。何がちぎりだよね。神への冒涜だよ、あれ。神への冒涜。ショートコントしたいのかね。バカバカしい。ね、人の結婚なんかどうでもいいよね。なぜね、日本人、キリスト教関係ねえしな。と、俺は思うよ。と俺は思う。くだらないことが楽しいんだ。レベル低いな。入信しないよ。宗教嫌いだもん俺。手術の同意書とか別に書かなくてよくない？ 手術の同意書書かなくてよくない？別に書く必要なんかないでしょ。
メルタンおはよう。籍入れても生活保護受けられるでしょ、全然。いやだよ、誰かのカバンなんか持ちたくない。もう20代の頃散々やったもん。20代の頃散々やった。俺が教祖なんかやるつもりないよ。誰かを導くとか全然興味ないもん。俺はフォロワーさんと仲良くやりたいことやっていくだけだから。今のはなんか人生相談乗ってくださいって来た。俺からするとなんかいきなり LINE が来て、いや電話かけてきなよっていう。なんかね、若い女の子なんだろうけど、26歳の。カバン持ってそのまま逃げよう。泥棒じゃねえかお前。どこのユイガさんだよ どこのユイガさんだよ財布泥棒 財布泥棒に仕立て上げられてんのすごいよ。ゆいかが、今日はゆいかが来るからみんな財布に紐つけておけよっつって。アンチだったけど和道が好きになった。ありがとう。カバン持ってそのまま逃げて川に落ちてる、うん、好きだったけどアンチになった。悲しい。ゆうこさんおはよう。和道さんおはよう。朝から和道さん見れて幸せ。ああ、お花畑だね。おはよう。いいね。3時間配信して花火ゼロだかんね。もっと稼いでると思ってましたって言われちゃったよ。めんどくせえ生き方してんな、アンチじゃないか。変わるんだ。自分を持ってないんだ。まあ自分を持ってない人が普通だよな。まともだよな。壺なんか売らない。俺はシルバー売るよ。ねえよいこさん、壺なんか売らねえよな。クソだせえな。シルバーだよね。俺らはシルバー売るから、女の子ってなんでそう女の子なんだろうね。あ、そうそうそう、リスナーさんの漫画を読んでたんだ。どこ行った、リスナーさんの漫画。どこだ、あったあった。リスナーさんの漫画家の先生で、もう
書いてくれたよ似てねーっていう。髪の毛の量めちゃめちゃ多いよね、ワドムービーズって。嬉しくない、カチンコもある。すげえ、もうね、文体からオタク臭がすごいんだよね。もう手紙も書いてくれたんだけど、文体からオタク臭がすごいして香ばしいなと思って。で、作品もシルバー製の壺を作るか。シルバーワード、めちゃめちゃうまいんだよな、この人。出版社、あ、すげえ、結構でかいところからだ。あ、こっから出てるんだ。美化しすぎだよね、ウケるよね、これはウケるよね。うん、すげえ、ほら前髪ふさふさだよ。何で書いたんだろう、マジックで書いたのか。シルバー12万ぐらいかな。いや、ロハコさんの下すごかったよ。でもなんか面白そうだな、少女漫画って言ってるけど、なんかどうなんだろう、少女漫画あんまり読まないからあれなんだけど、絵的にね少女漫画っぽくないんだよね。結構その少年漫画に影響を受けてるような、で少女向けだからって言って少女向けに寄せてる感じがするんだよね。なんかね、力入れてるシーンとかが、絵うまいな。でも顔がすごくいいよね。自力でなんとかしろっていうこのシーンとかめちゃめちゃかっこいいもんだよ。うまくない？目にすごい力入ってて、すごいいい絵、うまいよね。まあプロだからうまいっていうのもあれなんだけど、いや、女性リスナーさんで、そうで、私漫画家なんですって言って送ってっつって、後でゆっくり読むわ。もっとなんか B 級感出るかなと思ったけど、全然普通にうまい。支援するにはどうしたらいいの？あ、もういや、花火爆投げしてくれるか、まあアイテムね、ステッカーとか買ってくれるか、とにかく金を俺に振り込んだら支援ですね。映画の支援はLINE とかに送ってくれたら、全然 OK ですね。今時は漫画ソフトを使えば誰でも描ける。なんかそれ言う人いるけど、なんか自分は書けないんでしょ。189号さんが書けるんだった、わー、ありがとう、 Thank you。 キツネちゃんからグレート花火いただきました、花火5発ありがとう、ドンチキー、本日1発目、5発目、ありがとうございます。ありがとう。ミニシアターでやりますね、ミニシアターでやる。ありがとうございます、グレート花火たくさんありがとう。DM で講座を教えますよ、全然。メールいただければ。LINE でも DM でも全然 OK ですよ。全然。全然 OK です。ありがとうございます。花火ありがとう。なんかめっちゃ可愛くね、この子。マジかよ。あれ？めっちゃ可愛いんじゃない？一発パコっとけよかったな。映画はね、ミニシアターって言って、単館上映って言って、席数が少ないミニシアター借りて、で、そこで流すっていう感じかな。だから、189号さんが、そのロボットの開発者とかだったらあれかもしんないけど、別に何でもないわけでしょ。自分ができないことをさ、自分ができなくて、その、
世の中はこういう時代だって何の意味もない話だと思ってて、自分ができなかったら意味なくねえかと俺は思うけど、どうなのそれ。なんか自分のことを棚に上げて話しする人って俺信用できなくて、大事なのは自分が、あなたが何ができるのかと僕が何ができるのかっていう話だと思うんだよね。世の中がああだこうだっていう話って全然意味ねえと思うよ。全然意味なくない？壺は売らないかな。壺は売らないかな。資金集めをしない監督っているの？資金集めをしない監督っているの？全員やると思うけど。どんだけ大御所だよ。何ブーメランって。仕事終わったら振り込む。ありがとうございます。2人目のスポンサーさんかな。どうしよう。パソコン買うためにお金ストックするか、ローニー S 買うかめっちゃ迷うんだけど。嘘！ありがとう！ 191 号さん！大花火！あざーす！ありがとう！ラブ、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 ラブ！ありがとうございます！大花火だよ！久々見たよ、おい！ありがとう！愛してるの？俺のこと。おっさんじゃない？大丈夫？おっさんだったらダメだよ。ラブって書いたら。おっさんから愛されるんだよ。花火飛んだねー！ありがたいねー。わあ、ありがとねー。ありがとねー。なんだよ、こんな可愛い子だったのかよ。嬉しいねー。ありがとう、にわかでごめんね。191号さんから大花火いただきました。はざーす。ありがとう。ありがとうございます。やば。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。マリコちゃんから、マリコから、ラブラブ花火ありがとう。ガチ恋勢からの花火は、いいよ。ねえ。ガチ恋勢からの花火は。罪な男だね。若い、裏若き乙女から貢がれるんだぜ。裏若き、いい波乗ってんね。いいね。さっきの子だよ。さっきの子だよ。嬉しいね。いいね。電気代に使う。そうそう。生活費ね。いい波乗ってるね。いい波来てる。わあ、ありがとう。ありがとう。191号さん、マリコちゃんから花火いただきました。ドンチキン大花火。ありがとうございます。3発目。ありがとうございます。刺されたくないんだ。そうなんだ。刺されたくないんだ。なんだろう、わかんねえな。刺されたらかっこよくない？めちゃくちゃ。超ロックじゃん。超ロックだと思うけどね。でも、なんか俺、刺されるぐらいの恋愛ってすげえかっこいいと思うけど、思わない？伝説でしょ。伝説。いいよね。刺されるぐらい愛されたいよね。刺されたくはないよ、そりゃ。刺されたくはないけど。刺されたく、おー、明恵さんいらっしゃい。ねえ。何時まで配信？今日起きてから今3時間経過だから、まだまだやるかな。今日はね、何時だっけな。夕方じゃない、昼ミーティングだね。昼過ぎにミーティング1件入ってる。昼過ぎにミーティング1件。どうしよう。ローニー S 買うか迷うんだけど、どう思う？みんな。ローニー S 買うかパソコン買うか迷うんだけど、
みんな的にはどっちが正しい？ジンバルっていうカメラを拡張する機械を買うか、要はカメラの三脚っていうのかな、まあその足回りっていうんだけど、器具を買うか、それとも編集するパソコン、あれだね、映画のチームのミーティングだね。前の支援をどういうふうに使ったかは全部書いてるよ。なんだっけ、あれに書いてる。なんだっけ、プロフィールページに書いてある。車はいらない。車いらない。いやー、めっちゃありがてえな。花火飛んだね。ありがたいね。周辺機器買う必要なし、PC か。そうだよな。家帰ってきて家のパソコンだと編集できなかったかんな。じゃあ、ストックか。パソコンだよな。パソコンだよな。編集のパソコンだよな。いや、だって、あと40万だぜ。これ貯金？いやー、使いたくなっちゃうよね。浪人 S は次だな、じゃあ。浪人 S 買いてー。そうだよな。カメラは今、ありがとう。マリエちゃんだっけ、マリコちゃんだっけ、どっちだっけ。まあいいや、マリコちゃん、クール花火ありがとう。クール花火ありがとう。ドンチキー。いや、映画のスポンサーが一口10万円今俺手元にあるんだけど、その三脚が10万なんだよ。三脚っつうかジンバルって言うんだけど。で、マリコか。ありがとう。で、そうだね。パソコンかどっちかなんだよね。要は貯金するか買うかだよ。最低って何が？いいね。食いね。ロハコさん亡くなったよ。もういつの話してんの？ロハコさん死んだよ。でもさ、ジンバル欲しくない？漫画？何何？マリコさんじゃないよ。漫画描いてくれたの別のリスナーさんだよ。どう思う？ちょっとジンバルどういうものか、ちょっと俺が10万使いたいものちょっとみんなに見せるわ。10万使いたいもの。撮影をしたところで俺がそれを編集できなかったら意味ないっていうのもあんのよ。これが欲しいんだけど、俺が欲しいのこれなんだけど、ちょっと待ってね。これ。どう思う？これ10万で買えんの。で、俺のカメラに取り付けることができる機材の。これ10万。欲しいよな、これな。やばいよね、これ。やばくない？やばくないっすか？超いいよね。アクション、超いいよね。ホームセンターでできるわけねえじゃん。じゃあやってくれよ。197号。じゃあ作ってくれよ。ジンバルが何なのか分かってないんでしょ。作れるわけねえじゃん。どうやって作るんだよこれを。俺はだからカメラマンの方じゃないの。俺がアクションやっても役者じゃないから。誰がアクションするのか。まあだから練習する。どうやって作るんだよ、ジンバル。すげえよな。重さはね、結構重い。アルファ7乗せるから。
アルファ7っていう一眼レフ、まあでも昔は本当200キロとかでやってたわけでしょ、これをクレーンとかでやってたわけだから、うん、うわかっけえな、かっこいいでしょ、コンティニューコインありがとう、やばいでしょやばいでしょ、やばくない、これ欲しいでしょ、やっぱパソコンの方が先、パソコンの方が先、じゃあ手ぶれをしないようにする、もうだから棒をつけるんだったら別に三脚でいいわけだから、これでいいじゃん、これをさ三脚を折りたたんで別に先につけて自撮りすりゃいいんだから、ジンバルだよジンバル、だから棒が必要なわけじゃなくて、ここにだってつけりゃいいんだ、ただ手ぶれするよめちゃくちゃ、こうやって撮影すりゃいいわけじゃん、これが必要なわけじゃないかんね、うん、買えば撮れるよ、うん、要はこれはどういう機械かっていうと手ぶれを軽減する機械なんだよ、手ぶれで軽減する機械で、いやこれも練習が必要なのよ、要は俺がさこうやってカメラ持ってランニングしたっつんじゃん、カメラマンこうやって手がこういう映像になっちゃうわけよ、わかる、走って追っかけたらさっきのカメラマンをこういう風になるわけ、カメラマン的にはこんなん見れたもんじゃないじゃん、お父さんの運動会じゃないんだから、これをあれは走って追っかけてんの、カメラマンが走って追っかけてても手がぶれないっていう、あのどんだけ速く走っても大丈夫の、やばいでしょ、一切手ぶれが起こらなくなるっていう、だからあれでしょ、昔のジンバルの構成でしょ、だからそれは無理よ、どんだけ頑張ってもできるんだったら機材買う必要ないんだから、こんなのに10万ないってマジで言ってんの、どんなのに10万の数があんのよ、これか、これ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 、これがそのローニー S ってやつなんだけど、ちょっと待ってね、ローニー S で検索しようか、これもデモ動画だな、ローニー S、 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 ローニー S の使い方どれだっけな、これか、これだね、これがその使い方のデモ動画だね、これが持ってる一眼レフに取り付けるんだよ、バランス調整方法に関しましてはローニー S バランス調整方法のチュートリアルビデオをご参照ください、グリップ上の電源ボタンを1回押してグリップの電源、これが10万で買える、電源ボタンを数秒間長押ししてジンバルの電源を入れます、ローニー S がディーとビープ音を発した場合、これ、ね、正常に起動した状態を表しています、トリガーを長押しすることでカメラの向きを、こういうこと、こういうこと、簡単に言うと空中に浮いてるみたい、ドローンみたいになるの、緑色に点滅します、すごいでしょ、トリガーを2回連続で素早く押すことで、こういうこと、センター位置に戻すことができます、これがローニー S、 トリガーを3回連続で素早く押すことでジンバルは180度回転し、こういうこと、セルフィーモードに切り替えることができます、トリガーを4回連続で素早く押した後最後にトリガーを押した状態を保つことでコントロールスティックのキャリブレーションモードに移行することができます、カメラマンになりたいわけではないけど、すごいよね、数回回転させた後に再度キャリブレーションモード移行操作を、要は簡単に言うと手ブレが一切なくなるの、どんだけ走っても空中に浮いてるカメラが浮いてる状態になるの、手ブレがなくなるって感じかな、
黄色の点灯に変化した場合、だからドローンみたいな撮影になる。だから被写体と一緒にカメラマンが走れる。同時に長押しすることでカメラマンが走れる。M ボタンを1回押すことで3つのパラメータ設定間の切り替えを行うことができます。 M ボタンを長押しすることでスポーツモードへの切り替えを行うことができ、この時プロファイルインジケーター LED、こういうことね、振ってもカメラがぶれない。動きが速い被写体に対しても素早い追跡を行うことができます。コントロールスティックを左右に動かすことでジンバルのパン軸の動きを制御することができ、上下に動かすことでジンバルのチルト軸の動きを制御することができます。いいでしょう。トリガーを押した状態でローニン S を反転させることで素早く吊り下げモードに切り替えることができます。またはジンバルの電源ボタンを2回連続で素早く押してジンバルをスリープモードに移行させた状態でローニン S を反転させた後、ロール軸を回転させてカメラが正面を向くように調整を行ってから再度ジンバルの電源ボタンを2回連続で素早く押して、これ吊り下げでローアングルで撮れるんだよね。吊り下げモードへの切り替えを行うことができます。これを10万5000円で作れるのは作ってくれよ。それ作ってくれよ、見せてくれよ、作れるっていうのを。無視じゃなくてできるわけないと思ってるから。作れるんなら見せてくれよ、なんで物が出てこないんだよ、見せてよ。文通メール、いいよ、 LINE 送って、材料500円で、4口ぐらい、マジで出資してくれんの。え、じゃあパソコン買えんじゃん、マジで、マジで、え、出資して、出資して、出資して。何これ、 URL 貼られたんだけど、今川じゃん、今川じゃん。今川の寺院じゃん、 URL。 最強ギャロンは紛れもなく実在した。どういうこと。こんにちは、今川杉作です。今日も僕の動画を見てくれてありがとう。今日は縄文時代の洞窟を見に行きたいと思います。どういうこと、関係なくない、ジンバルどこに出てくるの。何、今川がなんか URL 送ってきたんだけど、明日振り込みぜひぜひお願いします。どういうこと。いや、5000円でジンバル作れるって言ってたけど、全然なんか意味が分かんないんだけど。険しい山ですね。なんだこいつ、病気だろ。だから誰が言うかだよね、本当に。URL 貼ればいいじゃん、これ、ちょっと待って。どれどれ。
500円でスタビライザー作る。ワンコイン500円以内で作れるこのようなジンバルスタビライザー。ちょっと待って、まず GoPro 用じゃん、 GoPro 用じゃん。見慣れなんですけども作ったので紹介します。すげえな、よく作ったな。材料はこちら、今回ビバホームで。あのね、あのね、まあすごいけど、あの振り子のジンバルだったのね、もともとは。だ、簡易ジンバル作ってるんだね。あの乗っからないよこんなの。映像に関わる仕事について、あ、今現場入ってますよ僕、うん、俺現場入ってる入ってる、うん。まあ作りたかったら作っていいんじゃないの、うん、いや作らないかな、うん、作らないかな別に支援受け取ったらダメなの。いや縦軸ジンバルぞ、うん、和道さんに恋してしまいました。モテまくりの和道さんにはご迷惑でしょうか。ああ、恋、本当に恋したのネタでしょ、嘘でしょ、全然モテないよ、ネタでしょ、うん、絶対嘘だよ、絶対嘘だよね、連絡来ないもん、うん、まあ別にね、ジンバル手作りで作る人を別になんかあの否定はしないけど、俺は別になんか欲しいと思わないんだけど、ジンバルはロックかもしんないけど、あの必要なシーンとかが撮れないね。あれはそのこう横にずらせないから、要はこう平行状態のジンバルなのね、うん、おすすめのジンバル、おすすめジンバルいいよ、もうなんかロニー S 買うって決めてるから。シルバー白星やってるんだけど、うん、ハゲに異様に食いついてたよね俺ハゲなのにね、それは秘密だよ、それは秘密だよ。オスモだよ、オスモ、あのローニー S っていうのは JDI っていうメーカーの、だからオスモって言った人はあのオスモミニのことだと思うんだけど、要はオスモって何かっていうと、カメラがついてるミニジンバルのことをオスモっていうので、オスモはもう何回も試してんので、カメラの部分をこれに切り替えるのがローニー S、 簡単に言ったら。だからオスモって言った人は正しい、多分オスモミニのことを言ってるんだろうけど、それをこのカメラでオスモができるのがローニー S なの。
だから同じメーカーだよ JDI。 そうオスモミニでしょ多分おすすめしたいって言ってんの。俺はもう現場で使ってるよオスモミニは。でそれよりもクオリティが高い映像を撮るのがこっちで撮れんのオスモの。こういう風にそうだからオスモって言った人はそこそこ分かってる人。オスモミニ今流行ってるから、うん、オスモって言った人は分かってる人だね、うん、伝わった。あれはメーカーが JDI っていう、まあ、あのメーカーの。オスモは全然現場で使われてるよ。そうでもオスモ買っちゃったらせっかくカメラ買った意味ないかんね。オスモにカメラがついてるから。 JDI はドローンも有名、うん、ドローンとオスモと浪人っていうやつね。ドローンはね撮影許可が大変なの。まあ東京でドローン無理よ、うん、ニスモは知らないな。あまあまあ美人なんだよね。そうニンニーそうなんだよね。あ松雪泰子ちょっとわか言いたいことはわかるけど、あせ結構美人なんだよねニンニーね。そうなんだよね。アホ面の松雪泰子みたいな感じだよね。アホっぽいやす松雪泰子みたいな。そうなんだよニンニー結構そんなにブスじゃないっていうのがちょっと面白いんだよね。なんならなんかおっさんから人気出そうなんだ、うん、そうニンニーね。そ俺も初めて見たんだけどこの前、言うほどなんかブスじゃねえっていうのがちょっとじわるんだよ、うん、なんかね面白いよね。なんかそのコメントとのギャップが激しくて関西弁なんだよね。俺関東っぽい喋り方だからああいう喋り方だと思ったら結構方言なんだよね、うん。ドローンいいよね。違うでしょ延長ができないからでしょ。30分に1回通知飛ばすんでしょ。通知切りゃいいじゃん、通知切りゃいいじゃん、うん、あのアイテムが飛ばないから延長ができないんだよ。延長チケット自分で買うことができなくて、あのリスナーさんからアイテムもらってそれを変えるっていう方法しかないの。だからアイテムあげればいいんだよファンが、ニンニのファンが。GoPro はダメ、ソニーのアクションカムの方がいい。 絵は正直 GoPro の方がいいんだけど、あのアクションカムを買うんだったらソニー買う俺は。あの何回か現場で使ったけど 絵は綺麗なの GoPro は。だけどねアクションカム不具合多いよあの GoPro は。ソニーの方が全然安心感ある。あのソニーの、 あの GoPro みたいなやつ出てんのアクションカムで、物見たらすごいよ。手ブレ補正が半端じゃない、びっくりするから。あれ五軸手ブレ補正だっけな。現場ではもうバリバリ使われてるね。サブカメ、サードカメ、セカンドサードで余裕で使われてる現場で。エクスパンドだね。え何がいくらだったっけな。
安いので2万7000円とかじゃなかったかな。5万、一番最上級のやつで4万とか5万とかだったと思う。で、腕時計で管理するやつみたいなのがあるの。ここで操作する。あれがね、もうちょいしたと思う。2万ぐらい。GoPro より安いラインな、GoPro と変わんないよ、値段は。ソニーのアクションカム。俺はソニーの方が好きだね。絵作りは GoPro の方が綺麗だけど。でもグレーディングするからな、俺。カラグレやるから。お、いや、ありだよ。まあ、GoPro 好きな人は GoPro 使うし、ソニー好きな人はソニー使うし、二択じゃないかな、今、アクションカム。でも、俺はソニーの方が、やっぱ安心感があるね。とにかく手ぶれがない。まあ、フィックスで撮るからあれなんだけど、判断難しいところだけどね。ファイルフォーマット、ファイルフォーマットってなんだろう。MOV とかそういうこと？データの種類ってこと ？MPEG とかそういうこと？あのね、MOV だね。俺は S ログっていうデータで取るんだけど、S ログ？うん。今はだからこういうのやってるって。すごいでしょ。いいでしょ。ファイヤーパンチ覚えたから。かっこよくない？今最先端ここまで来てるかな、俺は。こんな感じか。こんな感じですね。 S ログですね。ピクチャープロファイル7 S ログ2。笑わないでください。S ログ2ですね。ダサい。めちゃくちゃかっこいいじゃん。メラメラだね。メラ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 の実だね。何を使ってるかだよな。機材何を使ってるか。その編集のソフト何使ってるかじゃん。対応してないフォーマット、ソニーの企画で対応してないフォーマットってことはあれじゃないの、なんか安いムービーメーカーとか Windows とかで作ってるんじゃないの。 Windows メディアプレイヤーとかじゃないの。わかんないけど、何で書いてるかによるよね。そのファイルを何で編集してんの。アフターエフェクトとかだったら対応してるはずなんだけどね。対応してないことの方が考えづらいかな。どうなんだろう。
コンティニューコインありがとうね、カリンさん。高額手ぶれ補正につられたけど、読み込みがソニーアプリじゃない、認識されない。マジで？そんなことあるか？そんなことあんのかな？どうなんだろう。そんなことあるか。嫌がらせとかないね、うん、キスバンドはブロックしないよ、ごめんね。リスナーさんはね、俺のことよくしてくれるリスナーさんをブロックしたら俺は生きてる価値ないでしょ、こんなによくしてくれてんのに。なんでエクスパンド嫌いなの？エクスパンドいいやつだよ。両方とも使えますね。まあ、うん、ジョブズいた頃 Mac 好きだったけど、なんか最近の Mac はなんか迷走してんじゃねえかなとは思うけど、剃らないとな。いや、じゃあ投資しなきゃいいじゃん、別に。諦めると思ってんだったら投資しなきゃいいじゃん、うん、応援したいかどうかなんじゃないの。支援書いてあるじゃん、何口の30口って書いてあるじゃん、テロップ。あ、30口のうちの一口って書いてあるじゃん。今一口だよ。書いてある通りだ。今度はお金持ってないもん。いいんだよ、金持ちから支援してもらうから。貧乏なやつは、貧乏なやつから金かっぱくようになったら負けだろ。それは信念と違うかな。俺特定の誰かに支援してくれって言わないもん。支援してくれる人を大事にするだけだよ。特定の誰かに頭下げらんない病気なんだよ。
そういうのやめてくんない？仲良くやろうぜ。はい、ということで皆さんありがとうございました。4時間枠でした。また見に来てください。フォローよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。ひとつだけ。